海道来たら何食べたい？北海道はもう、とにかく何でも食べたいよね。北海道は飯がうますぎるから、だからもう、食いまくるね、北海道。カニかな？カニだな。俺はカニ食いたいね。カニをたらふく食いたい。北海道はカニっしょ、やっぱ。タラバか、ケガニとか、わかんないけど。カニ食べ行こう。張り切っていこう。カニですね。カニ祭りだよ。はい、ワード2、くまモンモン、おはよう。まあ、なんとかこれでしばらくは対処できるようにはなったね。いい感じだ。いい感じ。ああ、いいね。いいね。いいじゃん、いいじゃん。やるかじゃ。おはよう、森下さん。いつもありがとう。アイテムありがとう。履いてみよう。あ、全然履ける履ける。こういうふうに穴、塞いだ。で、今塞いでるんだけど。見えるかな？股の部分なんだけど、これ。こういう感じで、ステッチで塞いだね。見えづらいかな。こんな感じ。お股の部分。この股の部分で。え？ポロリしちゃ何？ポロリしちゃう。あ、金玉。パンツ履いてるわ。俺のテーマカラーでも、俺は身につけるもの赤と黒と白しかつけないって、もう人生で決めてる。赤、白、黒しか買わないって決めてて。それに忠実に。そう。花火ありがとう！あや、ありがとう！あざーす。鶴さん、おはようございます。郡山っすよ、まだ。郡山でーす。え？パリ？パリで銃弾テロ。嘘。生活用品を貯める。そ
それなんか思うんだけど、最近さ、事件を全部テロって言ってるだけでさ、普通の事件なんじゃないの？うん、そう思わない？それなり、そう、イデオロギーとかあるんならわかるよ、その政治的な、イスラム国とかさ、それただ銃発砲しただけじゃないの？もうテロって国が言いたいだけでしょ、危機感煽って。何ニュース見てんの？分かんない。珍しいテレビ。あ、テレビ見てた？なんかニュースサイト見てんのかと思った。テレビなんか全然見ないかんな。なんで城下町がどうのこうの昨日言ってなかった？それはどんな感じだ？宿場町か。コメント気になるって、俺配信者だよ。コメント気にしなくなったら終わりだわ。え？今日もそう思ってる？いや、一泊しないよ。今日もって俺一回しかこのホテル来たことないけど。
おはよう。休日出勤。ああ、大変だね。頑張って。いってらっしゃい。バタフライテール。休日出勤か。今日何曜だろう。今日何曜飲んじゃう。土曜日か。俺も休日出勤だからね、今。あ、連泊するのかって意味？連泊？いや、のんちゃん帰るからね、今日。のんちゃん今日の夜帰るでしょ？夕方か夜。じゃあ、どっか行こうかな、俺は。カッシーニの家聞いてみる。止めて、っつって。次はカッシーニで、その次エナタヌ、その次フグちゃんが決まってるね。フグちゃんの家は行かないのかな？わかんないけど。実家だからね。そうそう。まあ、でも工事現場の看板ある家行きたいよ、部屋。
歌い手は歌い手。石野も福島行く？なんで？キャスじゃないよ、ニコ生だよ、子さんだよ。え、なんで石野が福島行くの？全然話が分かんないんだけど、どういうこと？福島に用事とかあった？なんだろう、展開がわかんない。今月までに何万か用意しないといけない配信じゃなかった？なんで福島行くんだ？謎だよ。いわきにゼリー買いに来るって頼まれたらしい。なんか話が読めねえな誰に頼まれたとか、なんかあいつが誰かの頼みを聞くやつだと思えないんだよ、うん、なんだそれ。誰が頼むの？いわきのゼリー買ってきてて東京に住んでるやつ。話が全然読めないわ。いわきのゼリー買ってきたら100万円やるよとかだったらわかるんだけど、そしたら石野じゃあやるわって言いそうだけど、石野がいわきに行く理由もわかんないし、釣りの予感しかしない。なゼリーって。おはようガクさん、おはようございます。カグラさん、おはようございます。お使い代行って行って、え、お使い代行って言ってたから金は発生する？あ、やっぱそういう理由か。釣られてんじゃないかな。誰が？ああ、なんか人気出そうだよね、女の人にね。ディズニーの好きな女の子いっぱいいるもんね。すごい。見たことないんだよね、美女と野獣。面白いの？面白いよ。あれそう、要は獣刊物の AV と一緒でしょ、これ。え？え？そういう話じゃないの？違うよ。どういう話なの、これ？本当に愛し愛された時に。ああ、魔法が解けて、うん、本当の人間になれる。なんでその愛し愛されると魔法が解けるっていう設定なの？もともと王子が、うん、なんかその悪いっていうか、うん、悪い子がいた。え、悪い子だと獣になるの？そう、で魔法がかけられた。誰がかけたの？魔法使い。魔法使い。え、それ別に悪い子でもいい子でも魔法使いのさじ加減じゃないのこいつ野獣にするわって言ったらでしょ、うん、
で、魔法使いはなんで恋をすると魔法が解けるっていう、そのなんか、ガバガバの設定の魔法をかけたの。わがままで人に思いやりとかなくて、うん、悪いから。懲役野獣みたいな感じ。懲役野獣10年みたいな。味を持って接するように、うん、なれるように、それで気持ちを使う。で、優しくなるの、野獣は。うん。なんで優しくなれるの？ベルっていうのはね、うん、お父さんがね、うん、野獣にさらわれちゃう。え、そのこいつに？そう。うん。それで、うん、その身代わりに、うん、その身代わりってどの身代わり？あ、お父さんの身代わりに、うん、お城に、うん、ベルって子が、うん、いることになった。うん。で？で、その獣に対しても、うん、なんか餌に接してくれたり、うん、そういうのにだんだん、ね、うん、心が打ち解けてって、うん、で最後には、うん、なんかそのギリギリのところで、うん、魔法が解ける。全然面白くないわ、それ聞いてる限り。面白い要素皆無。おはよう。その期限が3歳の誕生日になる。え？期限？そう、何歳の誕生日までにその魔法を解けないと、もう一生余裕になる。ガバガバだな、その魔法。魔法使いは何がしたかったの？いや、魔法じゃなくて、え、魔法使いは何がしたかったの？優しい王子様になる。優しい王子様になる魔法をかけろよ。そんな野獣にするぐらいすげえ魔法使いならさ、優しくなーれでもう終わりだよ、その物語。なんだそのガバガバな物語。え、美女と野獣、そんなにいい話なの？うん、どこが面白いの？へ、面白い要素皆無だったんだけど、話聞いてたら。だからやっぱシンデレラみたいなさ、物語がやっぱり人気がある。その普通の町娘だった子が王子と結ばれるっていう、うん、シンデレラストーリーっていうぐらい定番。それは分かるんだよ、シンデレラは面白いの分かるの、うんうん、ただ美女と野獣は今のところもう獣館の AV にしか獣を中出し3連発みたいな。おはようございます。魔法使いで思ったけど、シンデレラのガラス靴だけ魔法解けなかったのかな。何なんだろうね、あれね。うん。設定ガバガバだね、やっぱり。なんで靴魔法解けなかったんだろうって。ガラスの靴。あ、靴だけ？うん。女の子が好きな話は設定ガバガバなんだ。いいじゃん、もう女の美女と野獣見てみるじゃん、今度。こんな面白いなら。
女が面白いっていう映画に名作一つもねえかんな。メルヘンだからね。病気でしょ簡単に言うと。違う、メルヘンは違うから。先生、いや、病気だと思うよ、要は。うん。うん、要は、都合のいい男が現れたら何でもいいっていう話でしか見えないのよ。女の恋愛観って。うん。そういうことにしか俺は見えない。玉の輿。玉の輿？何、玉の輿って。玉の輿の話してなくない？え？パニック、え？庶民がさ、うん、あの王子と結ばれる。え？ああ、え、何、ベルっていう女が庶民なの？そう。え、ちょっと待って、じゃあもっと掘り下げていくけど、うん、野獣はなんでお父さんのことさらったの、そもそも。それがよくわかんない。もう全部ガバガバなんだって。え、何、ちょいちょい、そっかじゃなくて、なんでさらったの？なんでさらったんだっけ。もうアラジンは面白かったんだよ、うん、リトルマーメイドとか、うん、美女と野獣わかんねえわ、正直。ライオンキングとかも面白かったね、うん、おはよう、見る恋愛系のって大体どっちか死なせなければいい的なの。どっちが死なせればいい的、どっちが死なせる、ちょっとわかんないよ。え、なんでさらったの。野獣だから。なんなんか、ね、助けを、なんか嵐がなんか狩りに出かけて、お父さんが野獣が、お父さん狩りに出かけた。ほうほう、すごい嵐みたいなのを持ってて、うん、助けてくれって言って、そのお城みたいなところに行くんだけど、うん、なんかそこで、うん、なんか閉じ込められちゃう、助けられない。え、何？ね、ちょっとはしょりすぎ、はしょりすぎ。助けてくれってなって閉じ込められちゃうのっていう時系列おかしいでしょ。誰が閉じ込めるの？あ、野獣が。うん。そんなやつ知らんわっつって。うん。閉じ込めちゃう。で、お父さんが。病気でしょ。なんでそれがスッて入るの？意味がわからないもん。どういうことだよな。助けてくれ、ああ閉じ込めとけ。意味がわかんないでしょ、それ。助けてくれって。わかんないわ。閉じ込めとけって。で、お父さんがお城に囚われてる私の身代わりを、あなたのこと好きって。じゃあ王子様に戻るわ、うん、どこがいい話なの、うん、全員メンヘラでしょ。全員メンヘラでしょ、これ登場人物バカばっかりだよね。ジーパンになってるよ。俺が得てる情報ってそういうことだよ。クソ悪いやつがいて、頭悪い魔法使いが、お前性格悪いから、ちょっと野獣な、今日から、つって。お前今日から野獣だわ、つって。はい、つって。わかりました、つって。で、嵐に巻き込まれたバカが、城の前で、助けてくれ、つって。いや、もう俺野獣だしな、つって。まあいいや、閉じ込めといて、つって。閉じ込められて。で、娘が、ああ、お父さん、かわいそう。私にして、変わって、好き、野獣好き。俺も、じゃあ魔法解けるわ。どこに教訓があるの、この物語。この物語って何なの？でもすごい人気がある。いや、人気あるのはわかるけど、どこが面白いのか全然わかんないんだけど。えでも要約するとそういうことなんでしょ？
夢がないのね、男は。え、すごい、そういう話でしょ。俺が今持ってる情報をまとめるとそうなるよ。いや、コントでしょ、完全に。大草原だよ。わらわらだよね。全然説明下手？説明下手じゃない。のんちゃんの説明をまとめるとこうなるよっつってんだよ。のんちゃん、じゃあ俺のせいみたいになってんじゃん。しかも俺は見たことないからわかんないよ。のんちゃんからもらった情報をまとめたらこうなったんだよ。むしろよくのんちゃんから、のんちゃんのこの拙い情報でこれストーリー構成できたなって褒められるところでしょ。なんで俺が説明下手みたいになってんだ。のんちゃんがね、カメラ映ってないから、もうちょいこの辺だから、もう一回やり直し。だからそこカメラ映ってないから。いいな、映んなくて。うん。映んないと、映ったらこまでしょ、一応だったら。そうです。何も困らないけど。水。朝食無料サービスあるよ。朝食食べる、うん、AM2 時までにフロント。 AM2 時って何時今、うん、朝の2時。ああ、じゃあもうダメか、うん、なんかご飯頼む。うん、俺もう腹減ってきた。デブだから。グランドメニュー何時から頼めるのかな。その雰囲気ラブホか。そうっすよ、11時から11時。いや、そのこのジーパンはまだ1年ぐらいしか使ってないけど、超あのフィット感が良くてヘビーで使ってますね。物には魂が宿りますからね。普通の人だったら絶対に諦めるレベルの穴だったからね。もう捨てなきゃっていうレベルだよね。のんちゃんはよく使うからね。うん、そうだね、デートをしようと思ってるんだけど、どうしようかなって、どこ行きたいって聞いてるんだけど、のんちゃんはなんかあんまりあれなんだよね。どこ、うん。のんちゃん運転じゃん。のんちゃん運転だよ。だってどうせ東京まで帰るんだから関係ないじゃん。うん、どっち方面に行くとかあるわ。それはない。特にない。別に茨城の方行ってもいいし、どこ行ってもいいよ。ただまあ、カシーニとかあるから、うん、郡山には戻ってきたいけど、俺は。うん、
じゃあこの近辺の方がいい、この近辺だとほら滝桜も見ちゃったから、うん、あとそのなんだっけ鍾乳洞があるらしいんだけど、うん、あのなんだっけなんだっけこの辺の鍾乳洞の名前なんだっけ、おたふく堂みたいな名前のやつ、電波ない、電波ないと思う、だから録画をするして公開する感じ。車で来たよのんちゃん、おたふく堂みたいな名前の、阿武隈堂だ、阿武隈鍾乳洞検索しようかな、阿武隈堂で綺麗だよ、ん、うん、何がしたいのよ、ショッピングする、お土産買う、お土産、うん、カッシーに捨て頃関係で何かあったの、いや何もないでしょ、なんで何かあったの、うん、いつも顔出し申し訳ない、いつも顔出し申し訳ないってどういうこと、風船15個ありがとう。リカちゃんキャッスルもある。リカちゃんキャッスル？何言ってんだこいつら。メンヘラか？何言ってんの？なんだ？帰りの運転もあるからあまり疲れさせないであげてね。いや、まあ。ポンちゃん見たいって。そろっと挨拶すれば事故っちゃう、うん、事故っちゃうよ、そこらへん、若いですね、47だわ、決して若くない、うん、ワードツーのんちゃんの精神年齢は21歳と見た、精神年齢もっと低いよ、21どころじゃないよ、多分ね、中学3年生ぐらいだと思う。中二病ではない、中二病ではない、中三病だね、中三病、ちょっとカッコつけたがるっていうか。ちょいとしか閲覧できない申し訳ない、すまん、頑張った、おい、トカゲのおっさんありがとう、バカ、はいよ、忙しいんでしょ、多分さぞかし昨日の夜は激しかっただろう、いや別に激しくはないけど、え？ん？え？何？お母さんと同い年？ああよくあるコメントなんですね。朝食サービス予約制なんだ。行こうかね、おはよう、
おはようございます。キック力大したことないですよ。ヒカルくんとのスパーリングの練習動画とかあるんで、タイムシフトにもしよかったら軽く見ていただければ。おい、鶴さん朝飯行ってらっしゃい。いや、治ってない、全然だよ。治る病気じゃないもん。ほら、あ、伝わるかな、こっちか。わかる？まだら模様になってんの。ここ。こう、でっかすぎても多分わかんないと思うんだよな。ここ、斑点みたいになってんの。こことか。マイケル・ジャクソンと同じ病気ね。ムキムキになってきたね。おはようにゃ、立ち彦さんいらっしゃい。これはもう一生治んないね。膝頭、ここっすか。こんな感じですね。向き。裁縫が大好きな乙女心も忘れてないから。格闘技のイベントには出るけど基本乙女だから俺は。の箱さんみたい。そう、女の子に生まれたかったもん。もうじゃあ男の子に生まれた。ああ。女の方が絶対幸せだもん。そう？うん。そうかな。そうだと思うよ。圭之助さん、あの、なんだっけ、地下格闘技で一番有名なアウトサイダーの初代チャンピオンが戦ってましたね、最後の試合。圭之助って誰だろう。その人かな。アウトサイダーの初代チャンピオンの試合だったよ。そのバウンス。それ以外、その人たちの試合以外は見れたもんじゃなかった、素人臭くて。あ、そうなんだ。へえ。相手の方が押してたんだけど、あの2試合目、要は2回戦というか、その第2ラウンドで頭割れちゃって、その対戦相手が、やらせろよ、やらせろよって言ってたけど、大丈夫だよって言ったけど、全員止めてたね。で、TKO、頭ばっかり割れて流血してた。何があるか分かんねえなと思った。あんだけ頭かち割れたらまあストップだわ。え、マジですか。キック重いかな。いや、ヒカルくんの方がいい音するんだよね、バチーンって音が。ヒカルくんの、俺のはね、なんかズドズドって感じなんだよ。だから揺れ方も派手じゃないし、なんかズドズドって感じで、ヒカルくんのバチーンパンで、あの、なんつうの、よく動画で見るとか、なんかプロの練習みたいないい音がするんだよね、サンドバッグ。どんだけ蹴ってもズドッっていう感じなんだ、ブーッとみたいな。東北の地下格闘技のレベルがわからない。いや、ただの喧嘩でしたね、ほとんどが。うまいなっていう人は何人かいるけど、ほとんどなんか喧嘩だったね。っていうか9割方みんなヤクザっていうか、なんか、もんもん背負ってる人だったの。で、上手い人は、うまっていう人はいる。で、この人は絶対練習してるっていうか。
秘密基地おはよう。ていうか、ジャブ、あれ覚えたの、ステップインジャブ覚えたのよかったですね。ヒカルくんも、やっぱヒカルくんに牽制で使えてましたね。この前の練習試合、マス。ヒカルくんもすごい嫌がってた動画何回か見たら。で、当たってる。で、あと、今覚えてるのが、さらにその、インローを覚えてるんですよ。ヒカルくんも俺も。牽制のインロー。効かせる技じゃなくて、相手がジャブで飛び込んできたのに合わせてパンって入ったらもう簡単にパンってしたからインローで払う。で、それを癖つけておけば相手が攻撃できなくなる。で、もう攻撃来たらインロー来たら嫌じゃないですか。で、そういう風に癖つけておいて、ワンツーローとかもうこっちのターンにするっていう、下がらない。なんかヒカル君となんか作戦よく考えてて。左のインローっすね。僕らの今の課題は。覚えなきゃいけない技。ワンツーロー、インロー。まあ、インローはカウンターで打つから、カウンターっていうか、5の線か。5の線で打つから、まあいいとして、ワンで。左足はインローだけでいいかな。インローは僕一番得意です。結構簡単ですよ。なんかみんな。いや、なんか、っていうよりも左足で蹴るっていうのが癖がついてない感じですね。こじゃれた部屋にいますね。旅。ああ、ありがとう、秘密基地さん、バーガー。お、ミュウツーおはよう。いや、利き足で蹴ろうとするのは癖なんだろうな。確かに達彦さん、インローをよく使うイメージだ。タンタンってリズム覚えたら大丈夫なんで、機械言います。お、ありがとうございます。お、わかんないです、僕は名前。モードパンでいらっしゃい。そうそう、ジーパン破けてるから、縫い物だね。器用じゃないよ、貧乏の。余談オフ会、オフ会あれですね、5月の21ですね。5月の20日にするか21にするかちょっと分かんないですけど、ラブホ。おはよう、レイコさん。おー、ハートココありがとう。あんま気使わなくていいのに。レイコさん、普通に楽しんでいってよ。相手も面白かった時だけでいいよ。
頑張ってます。今破れたジーパンを縫ってます。今凍りますね。どうなんだろうな。なんかその格闘技の経験がほぼ皆無だから、俺の場合その重いとか軽いとか速いが全然わかんないっすね。給料日、俺は和道さんに全力注ぎます。ゆうゆうが悲しむんでやめてください。ゆうゆうが悲しむんで。これはラブホ。プレジデントルーム。プレジデントルームっていうからさ、東京だとさ、4万ぐらいのラブホかなって思うじゃん。すごいよ、郡山。プレジデントルーム、もう VIP の上の上のクラスの部屋を借りたんだけど、いくらだと思う？これ VIP ルームの上の上の最上級ランクのラブホテルなのね。いくらだと思う？宿泊。あ、レイコさんの息子と同い年。31っすね。マジっすか。頑張ります。ありがとうございます。すねの裏の骨狙った方がいい。俺は2パターンで、陰嚢を打つんだったら、膝の付け根と、あと、ドレさんに教わったここね、裏側から太ももの上。だから、その2箇所狙おうと思ってる。3万ぐらいで思うでしょ。8000円だから、この部屋。プレジデントルーム8000円だから。すごい広いよ。今映ってるのが上段なんだけど、ここ。こう、段々畑になってる部屋なんだよね。8000円でこの部屋は安いよ。新宿だったら3万超えてるだろうな。設備的に。3万じゃ効かないわ。多分4万ぐらいするわ。やっぱ土地の値段って、あれなんだな。土地の値段なんだな、すべて。もう、東京の物価が高いのは。本当に感じるよ、それを。印籠結構好きな技。やってたけど、空手。空手はね、今、昨日から勉強してるのが、緑健二さん。緑健二さん、身長165センチしかないんだけど、蹴り技がすごくて、その人の動画見てるね。ゆうゆう風船チョコありがとう。ゆうゆうのツイッター面白かったよ。キャバクラに飲みに来るおじさんって何なの？っていうツイッターが面白くて。パンツかわいい。ミルコみたいなパンツ履いてる。いや、普通にブリーフだよ。ら。草パンツっつうただの普通のパンツ。ジーパンしか持ってきてないから縫ってるだけよ。あ、ワイルドクソジジイだった。また来ますね。おお、仕事を頑張ってね。僕の師匠の飯坂一輝って人の動画結構勉強になりますよ。僕個人は全てその人。へえ。僕、だけどあれだよ。辰彦さんがよくツイッターアップしてるの、あれ全部チェックしてるよ。この人の練習がっていうやつは。あと、引き当てさんのやりとりが超面白かったんだよな、なんか。なんか、
達彦さんのツイッターに対して引き当てさんがなんかいい感じで、あ、思い出した思い出した、なんかお店を潰したタイミングは正解だったかもしれないみたいなツイートに対して引き当てさんがあの入ってきて、ね、そうだなみたいな、お金ばかりじゃないからなみたいな、なんか女の子奥さんと子供もいる幸せもどうのこうのっていう、なんか超かっこいいなんかこう幸せに対する価値観みたいなのを達彦さんに言ってるんだけど、後半戦で俺爆笑しちゃったよね。なんか無駄なね、2行ぐらい無駄なのがあって、なんか引き当てさんがだからその反動で仲出しをしたくなるとか、このくだり絶対いらないでしょと思って、引き当てさんもあのなんかそういう下ネタに全部持ってこうとする姿勢が好きなんだよね。ブレてない。模様替えした、いやここラブホ、あれ面白かったよ。超笑った。超笑って乱入しようかと思ったけど、やめとこうと思って。あのツイッター、クソ面白かったな、引き寄せ。中出しのくだり全然関係ないでしょ、と思って。あのくだりさえなければ超かっこいいツイートなのに。なんか女子高生に中出したくなるとか言って。笑うの。ドレさんが本気で戦ってるの見たことないから、それを見てみたいんだよな。ドレさんのファイトスタイルどんな感じなんだろうみたいな。およー、ラブホですね今は。どんな戦い方するんだろう。刑務所から配信できないでしょ。ホリエモンじゃねえわ。いや、文字で笑わせてくんすよ、引き当てさん。俺、引き当てさんの笑いのセンスは好きなんですよ。なんか最初、この人ガチで痛い人なのかなと思ったけど、なんか、その、いや、本音は本音なんだけど、際どいつが、結構どぎつい下ネタを持ってくるんですよね。あ、ワイルドクソ GG おはようございます。どうも。今、穴の開いたジーパンを。縫ってます。ちなみにあの印籠を教えてくれたのはワイルドクソジジイですね。めちゃめちゃ綺麗な蹴り方するんですよ。背景の種牢屋もうだんだん穴ふさがってきたな。もう大丈夫だな、これ絶対破けない、こっからは。感じだね。ふわっちで深夜っちょにフォローされてて笑ってる。なんだろうね。深夜っちょフォローしてんの？フォローバックする人なんだよ、深夜っちょが。深夜っちょのことフォローしたんだったらフォローバックでしょ、多分。俺、ふわっちでフォローバックする意味が全然わかんないけどね。てかフォローバックっていう習慣本当に良くないと思う。 SNS の一番良くない習慣だと思う。いやあれえげつないキックっすよ。昨日のんちゃんと2人であのなんだっけ、緑健二さんの40人組手とか見ながら、あののんちゃんすごいって言ってました。個人的に和道さんはフォローバックしてほしくない。なんで？俺絶対フォローバックやんない。俺関心のない人間のフォローはしないって決めてるから。俺、最低な人間なんだよ。俺、ドレさんをフォローしたの、ここ最近だからね。3日目ぐらいだよ。ドレさんですらフォローためらうぐらいだから。で、正直言うと今フォロー外そうかなって悩んでる、ドレさんは。ドレさんのあの2チャンネルのツイートが全然面白くないから、もう外そうかなって悩んでる。いやーすごい芸術っすね。
しかも俺、蹴りだけの人だと思ったら打撃クソ強いし。いや、フォローゼロでもいいかなと思うけど、普通に本当に関心のある人だけフォローしてますね、僕は。関心のない人間はフォローしたくないです、本当に。うん。仕事行ってらっしゃい。フォローバックは嫌なんだよな、なんでなんだろう。なんかよく言われるのが、フォローバックしてくださいっていう人の気持ちがわからなくて、で、お前がやるべきことは、俺からフォローされることじゃなくて、フォロワーを本気で集めたいなら、面白いツイートをしろって思うの。面白いツイートをしたら、お前はフォロワー増えるんだよって。で、フォローバックしてくださいっていう発想がまずつまんねえよって言いたいの。これ結構ね、ガチ囲いの人とかにも言うぐらいだもん、俺。普通に昔から応援してくれる人でも、フォローバックに関しては、あのねって、フォロワー増やしたいんでしょって。そうだよねって。だったら君が、フォローバックしてくださいっていうツイート、クソつまんねえよって。面白かったら勝手にツイッター増えるからって。絶対そっちの方が正しいんだよ。絶対そっちの方がその人のためにもなるんだよ。だってさ、俺にフォローされて何の価値もないじゃん。例えばさ、金梅さんとか、いろんな有名なマヌシからフォローバされた嬉しいって言うけど、それオナニーなんだよ。だって、その、5万人とかをさ、フォローしてたら絶対見ないじゃん。だから、俺はそういう惰性的な付き合いしたくなくて、面白い人は、その、フォローするし、その、面白くないっていうか、興味がない人はフォローしないよっていうのは絶対ブレないよ。あと、後輩フォロワー10万人なんです。へぇー。だけど、結局その、フォロワーの質だよ。10万人のフォローって買えるんですよ、お金で。そう、ネット系のビジネスやってたからよくわかってんの。その、なんつうの、フォローバックとかすら、俺、例えば半年で10万人フォロー、相互フォローやっていいんだったら増やし方知ってるんですよ。相互フォローアカウントとかアメリカとかからバーってやると一気に増えるのね。だから10万人フォローとか、だから全然できちゃうの。だからもう、なんつうの、ネットのそういうハッタリとか嘘とかが嫌いなんですよ。ハリボテっていうか。で、ガチで10万人にフォローされてるんだったら俺はすごいと思う。ただ、その、なんつうの、アカウント買ってたりとか、5万円ぐらいで売ってるから、10万フォロー。それか、相互フォローをずっとコツコツやってるか。大体ね、いいねの数でわかる。本当にこいつフォローされてんのか、ハッタリなのかっていうのは。だもう、そう、ネットの悪いところ、そういうところだと思うんだよ、本当に。なんか、オナニー的というか。だから、その、ん?売ってたりするの?検索してごらん?フォロー。例えば、卵アカウント。要は、サムネとかが入ってないアカウントだといくらとか、女の子のサムネで、プロフィールもちゃんと入ってるのはいくらとか、値段が上がってくの。要は、外人のサムネだったりすると、外人は安かったりとか。うん。だからそういう、なんつうの、仕掛ける側だったから、そういうの、買うバカ相手にしてたから、本質じゃねえな、これっていう。全然売ってるよ。だから要は見え張れるわけじゃん。会社の社長とかだと、名刺切ってツイッターのアドレス書いておいて、あ、この人すごいってこんなにフォローされてるんだってできるじゃん。だけど、いいねボタン2とかなのよ。自分のツイートいいね2とかなの。クソダサい感ね、はっきり言って。バンバン売ってるよね。うん。だからもうそういうのはやめた、俺は。だから純粋に700人か今、800人でいいじゃんって。少ないかもしれないけど、800人にメッセージ届いてるんだもんって。うん、おい、熊本も行ってら。その方がいいよ。血が通ってる方がいい。800人にちゃんと言葉が届く、った方がいいよ。生きた800人の方が価値がある。ノンタンどこ行った?寝てる。ん?これどこ?あ、ドレさんおはよう。あ、ありがとうございます、レイコさん。ここでフォローするって粋ですね。
かっちゃんおはよう。ここラブホですね。ネットビジネスはったりばっか、本当にはったりばっかだよ。くだらねえよ、ネットビジネス。バカが買うんだよ、情報商材とか。本当にバカが買うんだよ。で、何々さんすごいとか、もう、バカばっかりだよ。実業やってる方がかっこいいから。うん。だから世間知らずなさ、引きこもりがさ、金だけ欲しくてさ、何々さんすごいって何がすげえんだよ。ネズミ講だから。よいしょ。だからまあ、しょうがないよな。バカが騙されるのが世の中の宿、俺ね、カースト制度って悪法みたいに日本で教えてるけど、ヨギって言って、ヨガをやってる人ってヨギって言うんだけど、ヨギの言葉で感動したんだよ。本当の意味のカースト制度って知ってる？本当の意味のカースト制度を、あるヨギが語ってて、ヨガをやる人が。要はヒンズー教とかバラモン教の人なんだけど、昔で言うバラモン教ね、今で言うヒンズー教の人なんだけど、カースト制度は今おかしくなってると。本当の意味のカースト。なんで、司祭とかバラモン、要は僧侶がこれくらいの割合、ピラミッドの頂点で、王様がこれくらいで、平民はこれくらいでって。あれは、今はその奴隷階級作っちゃってるけど、意味が違うんだよって。社会システムはこうなるんだよっていうことを教えるのがカーストだったんだって。言ってる意味わかる？要は既得権益になってるけど、本来の意味のカースト制度、もともとの始まりはそういう意味じゃなくて、僧侶なんていらないよねって。少ししかいらないでしょって。王様もいっぱいいたらおかしいよねって。だから人口分布で考えたらこれくらいの割合になるんだよ。平民はこれくらいになるんだよって。で、奴隷っていうのはこれくらいの割合になるんだよっていうことを教えてたのがカーストなんだって。ただそれがどんどん宗教だから変わっていっちゃって、要は奴隷階級を固定化したりとか王族を固定化したり。だから宗教が悪いんじゃなくて人間の欲？要は何かを利用して、権力とか権威とかを利用して、奴隷を作ろうっていう根性がダメなんだみたいなこと言ってて。それはね、すごいね。やっぱ、その、宗教、どの宗教だから、どの人種だからじゃなくて、すごい人はすごいんだなって。本質見抜いてるんだなっていうふうに思ったよ。うん。プレジデントルーム8000円ですね。そうですね。のんたん来ましたね、今日。そう。だから、そうなんだよ。僧侶は必要かもしれないんだけど、ぶっちゃけた話、世界が1万人だったら1人ぐらいでいいじゃん。1人か2人で。で、王様って呼ばれるの5人ぐらいでいいんだよ。そういうことなんだな、みたいな。王がいないとダメなんだよ。僧侶もいないとダメなんだよ。ただ、その、ネットも一緒。要は、その、配信で食えてるやつがこんだけいたらダメなのよ。こんだけっつうか、要は、10万人の配信者がいて、トップ100人ぐらいでいいのよ。食えるやつは。そう。だってさ、10万人が、全員が全員ネットで食えたら、世の中めちゃくちゃになるもん。ネットで副業みたいの DM 来るけど、あれ危ないの。あんなので儲かるわけないじゃん。そいつは儲かるよ。だって、あるさんから金かすめ取るんだもん。絶対に30万ぐらいかすめ取る気だから。っていうか、周りがやってたから、もうそれで、うん千万、運を作った奴らが、もう同級生とかにいるのよ。だから、もう仕掛ける側と仕掛けられる側。だから、俺は与沢翼は、別に、与沢翼は、嫌いじゃないの、別に。あいつ賢いのよ。与沢翼は面白いと思うの。ただ、やり方が汚いっつってんの。なんでかっていうと、僕みたいになりたいでしょ、僕みたいな生活したいでしょ、僕みたいな車に乗りたいでしょって言ってるけど、与沢翼がやってること結局、与沢翼を超えてる弟子がいないんだよ。でしょ？与沢翼が考えたテキスト、売ってる時点でアウトなの。買うそうっていうのはバカなのよ。与沢翼を同じ生活するんなら与沢翼と同じことやんないとダメなの。要は、与沢翼がテキスト売ってる時に横でテキスト別名で売ってないとダメなのよ。俺こんな生活って。でもそれができない時点でもう与沢翼はダメなのよ。要は雑魚から金取ってるのよ。
だから俺は与沢翼はそこはダメだと思う。塾って言うんだったら、その、与沢翼を超える人間を作んないとダメなのよ。うん。浅井さんふわっとして配信してるよ。うん。うん、来た来た。その人のツイートも高級ブランドたくさん載せてて、あなたは慣れます的なツイートしてる。うん。っていうか、与沢は、そのネットビジネスの、その、情報商材の第四世代って呼ばれてんのね。だから、ネットビジネスの崩壊を意味してんだよ、与沢翼は。昔なんか与沢翼どころじゃないから。その、稼げる桁が。情報商材適当なの、PDF で、超太文字で70枚ぐらい書いた、適当なライティングで、数千万売れてる時代があったのよ。黎明期の頃は、ネットが。今、情報商材なんかやんないよ。リスト回してるだけだよ。インフォプレーナーだっけ？なんだっけ？仕掛ける側。うん。おへよう、アンズさん。だし、俺はだから、なんつうんだろう、見栄張り商売あんま好きじゃないのよ。かっこ悪いと思ってて。そう。要は腕時計、車とか。好きならいいの。別にその人が本当に車好きとか、本当に腕時計好きとかだったらいいんだけど。なんか、見栄張るの疲れるじゃん。本当にすごい男は、別にジーパンでもすげえからっていう。かっこいい男は、何も持ってなくてもかっこいいから。うん、プレナーか、うん。そう。だから世の中笑うよね。だからその数千万持ってる奴らと飲んでたの、社長やってる時に、情報商材で。だってこっち側でさ、情報商材買ってるバカ、30万とか300万で情報商材買ってるバカは、何々さんすごい、何々さんすごいって言ってて、こっち側のすごいって言われてる何々さんは、こいつらバカだよねって言ってんだよ、飲み屋で。めちゃくちゃでしょ？こいつらバカだよねって。本当に言ってんだよ。頭悪いよなって、うん、だからバカがかもられるだけなんだよ、うん、ちょっと足開いてみて、ほらもう完璧でしょ、塞がったよ、しばらく破けないね、ここがバッツリ破けてたんだけど完璧、うん、縫えたね、まあ、まだまだもっとやりたいけど時間がないし、裁縫ばっかりやってるわけにいかないし、とりあえず、ね、穴が隠れたらいいんじゃんっていう。別に俺は与沢は嫌いじゃないの。与沢嫌いじゃないの。ただ、奴が言ってることには矛盾があるし、俺は何が言いたいかっつって、与沢翼の商材買う奴はバカっつってんの。与沢翼を利用して、与沢翼を使うぐらいじゃないとダメ。与沢は超えらんないんだよ、絶対。与沢はそれ分かってて仕掛けてんの。バカじゃないから。与沢翼は本物だよ。ただ、与沢のやり方も嫌いだし、与沢の周りにうろちょろしてるバカも嫌いだっつってんの、俺は。そう。まずそもそもね、楽して稼ごうっていう根性が間違ってんだよ。みんな一生懸命働いてんだよ。1円でも10円でも。俺がキャバクラ嫌いな理由教えてやろうか。ちょっと可愛いだけでさ、ドリンクいただいていいですかとかふざけたこと言ってんだよ。席ついた瞬間に。バカ野郎って。その1000円稼ぐために俺がどんだけ苦労してるか分かってんのかって。俺が花火2発あげるためにどんだけ喋ってるのか分かってんのかって。おめえがちょこっと座って飲んでいいわけねえだろって。こっちは5000円払って席についてんだよって。まず喋ってお前の面白さ伝えてそれからだろって。面白かったら勝手にドリンクなんか出すわ。俺はだから楽して稼ごうっていう根性が大っ嫌いなの。そう。みんな必死になって500円1000円のために汗かいてんだわ。ふざけんな。カラー張ってんだわ、こっちは。だからキャバクラとか行っても楽しくないの、俺は。基本的に。可愛い女に魅力なんか感じない。
少年が腐ってるよ。俺は貧乏でもかっこいい生き方してる人をいっぱい見てるから。貧乏でもまっすぐ生きてる人の方が素晴らしい。そっちの方が難しいよ。100万稼ぐのなんかはっきり言って難しくないから、バカ騙せばいいんだよ。ただバカ騙してるやつに本物なんかいないよ、うん、クリリンさんおはよう。同感でしょ？みんな必死になって働いてんだよ。必死になって。楽して稼げますよとか、ふざけた DM 送ってきたやつ、ほんとね、殺意湧くよね。お前が楽して稼いで、ね、かっこいいと思ってんだろ、つって。全然かっこよくないわ。汗まみれになって、ね、血ヘドを吐いて、頭おかしくなるまで体張ってる、俺15万だよ。俺みたいになれよ。働け。俺は配信仕事にしてんだわ。ここまで15万稼げるようになるまで4年かかってんだよ。うん。どう？俺は本気で配信仕事にするために4年かかったんだよ。3年半下積みしたんだよ。ふざけんな。何が楽して100万稼げるだ。働け。それ騙してんのと一緒だよ。合法的に騙してるだけだよ。そんな金使いたくもねえよ。血の通った金使ってんだわ、こっちは。トモ様ありがとう。貧乏は自慢することじゃないけど、貧乏は、大人になってからの貧乏は恥ずかしいことなんだけど、自慢は絶対することじゃないかもしれないけど、そう。なんつうんだろう。それを見栄を張ろうとか、そういう根性がやだ。貧乏なものは貧乏なんだよ。うん、ねえ、必死だよね、みんなね。うん。いや、DM を撒いてるの、もう。誰から構わず。要は、自動化してんだよ。パソコンのプログラムでバンバン撒くの。マムチンおはよう。そんな仕事じゃねえわ、そんなの。仕事っていうのもダメだよね。そう。だから、俺はよく言うの。ね。給料とかコミッションとか言うでしょ。給料とか得るお金のことコミッションって言うんだけど、俺はコミッションでは動かねえからって。要は、ね、ビジネスマン同士で社長で話するんだけど、若かったから舐められるんだよ、やっぱり。で、いくら、手取り、いくらのパーで動くよとか、こっちに移りなよとか言われるんだけど、こっちの会社に移ったらパーこれくらいに変わるからって。俺はコミッションで動かないからって。俺はなんでここでこういう活動してるかって、ミッションで動いてんだっつって。俺は使命で動いてんの。命を使うことって書くんだよ、ミッションって。日本語で。使命。俺は命をこれで使いたいと思ったからこの仕事選んでるんだって。お前らゴミみたいな人間はコミッションでパッパ移ってろと。ちょろ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 金のために。かっこ悪いよ。初見さんいらっしゃい。ニコ生で寝配信やってた氷河期ワードを見てたぞ。俺寝配信やってないけどね、ニコ生で。俺は配信で命使ってんだよ。いや、別に配信やる人が全員プロになりたいとかなるべきとかそういう話してんじゃないよ。全然趣味でいいのよ。楽しむものだから。ただ俺は最初にこれを仕事にするって決めたのよ。俺はね。で、楽しむ人がいていいの。いろんな人がいていいの、配信会に。その人たちが全部あって配信が盛り上がるわけだから。でも、配信で飯食いたいとか思ってるガキとか来んの。和道さんみたいに稼げるようになりたいですって。やめとけって。バイトしろって。三年半後に、お前が本気で毎日10時間以上やって、本気でやって、三年半後に15万取れる保証ねえわ、つってんの。俺はそれやったんだよ。三年半、ね、無休状態で毎日10時間喋り続けて、プライベートも全部金取りして、全部やってきたんだよって。だったら三年半バイトしなって。そっちの方が稼げるよって。お前、俺が楽して稼いでると思ってんだろうって。舐めんなよって。本気で怒る DM 返すよ。ニックンバーガーありがとう。イッコちゃん初見さんいらっしゃい。頭くるでしょ？僕もリスナーさんから、楽して稼げる生活送りたいんです。和道さんみたいになりたいんです。バカ、そんな根性でやってねえよ、こっちは。
命がけだよ。配信で食って言ってる人みんなそうだよ。プロ意識高えぞ。どうやったら閲覧増えるんですか？自分で考えろよ。こっちは全員自分でやってきたんだよ。教えるかよ。教えてくれるわけねえだろ、バカが。ちょっとは自分で考える頭使え。閲覧の増やし方教えてくださいって言う前に、俺に会ったら閲覧増えるわ。もうそれくらいわかるだろ。コラボしろ。閲覧増やしたい。コラボしてくださいっていうのが正解だわ。だからダメ。楽してやろうっていう根性は俺は大っ嫌い。何事も。いや、そう思わない。正論でしょ？正論じゃない？なんで楽してそんな閲覧が増えると思ってるのか、楽して稼いでるように見えんのかね。腹立つよ。本当に。腹立つよ。どんだけ苦しい思いしてきたか、どんだけ引退し、本気で考えたか、うん。配信が好きだからずーっと頑張ってここまでやってきたんだよ。うん、そう思わない？楽して稼ごうっていう根性が嫌いなんだよ、俺。うん、30代、40代になった時自分が選んだ形になってるといいですね。おそらく僕はなるでしょうね。うん、っていうのも、14歳ぐらいに描いてた、漠然とですよ。配信業とかはなかったから、その頃。でも、漠然と描いてた自分に完璧になってるんですよ。だから、10代とか、その、ティーンだよね。ハイティーンとかに考えてた自分の通りになってる。だから俺はおそらく40代、50代、もう完璧に自分の思い描いてた自分になるっていう確信がある。もう本当にビタビタに、その、若い頃考えてた自分になってるから。間違いないと思う。もちろんトラブルもあるし、予期せぬこともいっぱい起こってるけど、結果こうなってるから。俺は自分の思い描いた夢で達成できなかったこと一個もないっす。全部達成してきた。なんでかって諦めないから。全部諦めないでここまで来たから。バカみたいに続けんの。今楽しいっすね。最高の人生ですね。本当に。恵まれてます、僕は。本当にいい人たちと出会いましたね。だってさ、無理だもん、そんな。外プラン、時間に縛られない、場所に縛られない、好き勝手生きるんだって。誰がこんなこと言ってるクソガキをさ、支えようと思う？思わないよ。3年半言い続けたんですよ。叩かれながら。でも、言い続けたおかげで、本気なのかこいつって。もしかしたらやってくれるんじゃないのかって思ってくれて、僕のこと買ってくれてる今、スポンサーさんがいるんですよ。和道ならなんかやってくれんじゃねえかなとか、和道は確かにずっと言い続けてるなって。だからその人たちを俺は裏切りたくないですね。この1万人リア凸のためを絶対達成するし、これを達成して大手になって、やりたいことどんどん。その形はわかりやすく言うとどんな形ですか？人の夢を俺は分析したの。人の夢ってなんだろうって。だから、ここにいる197人の夢を俺は当てることができるの。俺の夢も含めると、198人、ここにいる全員の夢を、俺今から言い当てることができるの。夢って何なのかを徹底的に10代の頃に考えてるの。夢って何なのか分かんないでしょ。漠然としてるでしょ。俺は夢の定義化をしてるの。夢っていうのは、好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやることなの。これが違うだけなの。好きな人と好きな場所で好きな時に好きなことを好きなだけやるんだよ。この、どこで、いつ、誰と、何を、これが違うだけなの。いつまでって。でしょ？でしょ？俺はだから好きな時に好きな場所で好きなことを好きな時に好きなだけやるんだよ。これが俺の人生だよ。当たってるでしょ？当たってるでしょ？俺はだから本当にやりたくないことをやらないんだよ。徹底して戦ってるんだよ。やりたいことしかやってないんだよ。これがどれだけ難しいか、どれだけ叩かれるか。俺は真面目に夢と生きてるんだよ。夢と向かい合ってるから。当たりでしょ？うん。俺はこれを中学3年生の時に考えたんだよ。それにはお金が必要だね。それはね、甘い。要は、あのね、
これはどういうふうに考えるかっていうと、やりたくないことをやってお金を作ろうっていう発想の、やりたいことをやるためにお金を作ろうっていう発想の違う。これは根本的に間違ってる。あのね、一番いい人生はやりたいことをやっててお金を得るのが最高の人生でしょ。それは今の俺。やりたいことをやっててお金を稼ぐ。だけどね、やりたくないことをやってお金を稼いでるやつっていうのはもうそれ以上ないの。やりたいことをやって貧乏なやつの方が、やりたいことをやってお金を得る可能性があるの。俺はだから3年半苦労したっていうのはそういうことなの。一番最低の人生はやりたくないことをやってんのに金もつかめねえやつだよ。今すぐ生き方変えろ。やりたいことやって貧乏になれ。本気でやれ、その代わり。絶対金稼げるから。それが40代、50代。俺は40代、50代じゃないの。マンダラの生き方。要は仏教的な生き方なんだけど、マンダラの形って知ってる？マンダラってね、あの模様なんだけど、絵とかになってるんだけど、マンダラの本来の意味っていうのは、一番小さい形と一番でかい形が同じ形をしてるの。わかる？要は本質は変わらないっていうところがマンダラの生き方なんだよ。俺は今の生き方と、これね、今日の夜の配信でも言ったんだよ。俺はずーっと配信でも、これ教訓なんだけど、俺はマンダラみたいにいけるって。どういうことかっていうと、未来の自分と今の自分が矛盾してなくて全く一緒。ただスケールがでかくなってる。要は俺が着てる服がアルマーニに変わるんだよ。ジョルジョ・アルマーニに変わって、歩いてリュック背負ってるのが、ね、スパイダーとかに変わるんだよ。着てる靴がオールデン V チップに変わるんだよ。要は側が変わるんだよ。海外になるんだよ。ドバイになるんだよ。絵が。後ろの背景が。でも俺は変わんねえから、うん。俺の生き方は変わんねえんだよ。俺のスケールがでかくなってるんだけど。俺は部屋にいる時からこれをずっと言ってきてんだよ。俺の背景が変わるだけだよ。俺の髪型がおしゃれになるだけだよって。俺の着てる服がリッチになってくだけだよ。腕時計がつくだけだよって。俺は言ってること変わってねえから、3年前から。でしょ？でしょ？全く同じこと言ってんだよ。ただ今、たまたまこうやって、旅ができる環境になっただけなんだよ。心変わってねえから。まさにマンダラだよ。芯が変わってないの。だから30代、40代の俺っていうのは着てる服が良くなるだけだよ。閲覧数が増えるだけだよ。何も変わらない俺は。そう、部屋がプレジデントなんだよ。そう。それが本物の生き方でしょ。矛盾がないよ。ストレスがないんだよ。嫌なことが一つもないんだよ、今の生き方で。俺は正しかったよ。もし過去に遡ってタイムマシンで俺に会えるんだったら言ってやるよ。もっとやれって。そのまま行けってもっとやれって。未来のことなんか誰もわかんないから。明日のこともわかるか、5分後何起こるかわかるかわかんないことで悩むなよ。40代、50代笑わせんなよ。じゃあお前明日わかるのか、自分の生き方。明日どうなってるのかわかるのかよ。アホだろ。わかるって言ってるやつ。俺アホだと思うよ。一年後分かるって言ってるやつアホだと思うよ。今を生きてないんだよ。俺今生きてるから。今生きてんの。今リアルタイムのことしか考えてないの。明日どうなるかなんか分かんないよ。明日も楽しむんだよ。今しかないんだよ、俺には。俺は今を徹底的に楽しむから。明日のことなんか知らん。明後日のことも知らん。未来のことなんかクソくらいだわ。俺未来ないと思ってるから。分からないことは考えない。うん。全く考えない。俺頭悪いよ、田村さん。公演プレゼントありがとう。これが和道だから。だから未来のこと聞かないでって。わからないよって。ホームレスになってるかもしんないし。別にホームレスになってても俺が俺らしくあればいいから。俺が幸せであればいいから。風船ありがとう。必死だよ。当たり前じゃん。必死だよ。本気でやらなきゃ誰も見向きもしてくんないよ。自分も自分のこと認められないよ。当たり前じゃん。誰かにパワーを伝えて説得力を生むには自分のことを信じないとできないよ。人に言うって書いて信じるんだから。まず自分に言い聞かせないと。I'm good って。でしょ？頑張るよ、ありがとう。俺は毎日弱い自分と戦ってんの。本当に食えるのかな？旅に出て大丈夫かな？生活保護受けてた方がいいんじゃないかな？普通にバイトやってた方がいいんじゃないかな？格闘技負けるんじゃないかなって。そういう弱い自分と戦ってるんだよ、毎日毎日。毎日毎日不安と戦ってるんだよ。配信業で食っていけるかなって。みんなの不安わかるよ。こいつダメだろっていうのわかるよ。そんなの俺がとっくに考えてるわ、過去。
俺が一番向き合ってきてるんだよ、本気で。毎日毎日、弱い自分を言い聞かせてんだよ。大丈夫って。俺にはリスナーさんがいる。俺にはノンタンがいる。たくみさんがいるって。みんながいるって。俺がいるって。俺はやってきた。俺は大丈夫って。騙してるの、自分を。でも結果は自分のこと信じたら、これだけ人が集まった。これだけ認めてもらえたって。アンチもいっぱいいるかもしれないって。アンチはでも未来の俺の囲いだから、うん、いいんだよ。俺にはアンチはいねえよ。リスナーが増えただけだよ、うん、初コメ。プーチンさんいらっしゃい。初見さんどうも。だからあのね、人って適当なの。今食えてるから大手だとかもてはやされんの。知りもしないやつにな、俺の放送見たこともないやつに大手だとか言われんの。俺は大手じゃねえよ。うん、俺が求めてる大手はこんなもんじゃないのよ。違う、うん、こんばんは、うん、絶対条件に説得力っていうかね、俺はそのなんだろう、人間ってすごいパワーを持ってるんだよ。人間ってすごい可能性を持ってるの。夢は逃げないのよ。やりたいことは逃げないの。自分がいつも逃げるの。自分が諦めるの。俺が31歳になるまで何個夢を捨ててきたか。何個夢を諦めてきたか。みんなさ、学校でもいいよ。県大会でもいいよ。1位取ったことある？学校で1番になったことある？東京大学に入学したことある？俺はないよ。何でも1番取れなかったの。そう。その自分が惨めで嫌だったの。俺はうつ病なのよ。死にたかったの。もう本当に。何の価値もない人間だと思ったの。でもある日やめたの。これは俺が思ってるからじゃないのかって気づいたの。要は、俺がダメだダメだって思ってるから、やらなかったから、行動しなかったからダメだったんだって。俺は20代に入る時に決めたの。自分のこと好きになる。自分のこと愛す。これからは自分のやりたい人生をやるって本気で決めたの。19歳の時に。それは会社を起こした時なの、初めて。ライブハウスで店長をやった時なんだよ。自分の店持った時の。こっからは俺の人生のスタートだって。こっから先は全部自分を信じるって。そっから全部うまくいってるから。違う。1位になりたいわけじゃないの。これはね、1位になりたいわけじゃないんだよ。俺は争うこと基本的に嫌いだから。そうじゃなくて、ね、自分の輝かしいものってあるって。普通の人はないよ。1番になるっていう。例えば100人集まって1位になるってことは99人蹴落とす作業なのよ。わかる？そうでしょ？それくらい強くないとダメなのよ。うん。うさんくさい。何が？おはよう、レンレンさん。そうじゃないよ。何かそれくらいのものを作らないと自分の人生楽しくないんだよ。俺は配信好きだから俺は一番になりたいの。俺が理想とするナンバーワンになりたいの。遅刻して逃げるような。違うよ。俺は遅刻するんじゃないの。まず、約束をしないから。うん。行けたら行きますって言うから。うん。そう。なんでかっていうと、自分が起きたい時に起きて、自分の都合で行きたいの。俺が起きたら朝なの。俺が寝る時が夜なの。太陽は関係ないの、俺には。うん。俺に暦はないの。俺が起きた時が朝。俺が寝る時が夜なの。うん。俺はそう決めてんの。なんで俺の睡眠を妨げるのって。俺にとって貴重な時間なのよ。知らない。宇宙のどこで誰が何をやってるか知らない。うん、知らない、うん。他人を押しのけてやるってことですね。他人を押しのけてやるじゃないんだよ。要は、自分にとって誇りを持てるものがあるかどうかっていう話なの。俺が話してるのは。誰かと争え、競えってことじゃないの。自分の中の最高の自分に慣れてますかって。自分が求めてるものを諦めてませんかって。でもそれは諦めたからできないんでしょって。死ぬまで追い求めればいいじゃん。絶対達成できるよ。そういうこと。俺が言いたいのは。気持ちで負けんなってことだよ。
あ、俺の話理解できるやつが何人いるかだよね。もし今俺の話を聞いて響いたやつがいたら、そいつはスーパースターになる可能性があるよ。俺和道の言ってる意味わかるわって、もしくは和道の言ってる言葉意味わかんないけど心が動いたわっていうやつは未来のスターだよ。俺が言ってることわかんないやつは才能ない、才能ないよ。もし俺の言葉でもし心が動いた人間がいたら、そいつは本物だよ。逆に言ったら14年かけたら1万人リアドズできるっていうことじゃん。何が問題なの、チャウズさん。14年ただやればいいだけでしょ。全然14年かけたら前代未聞のことできるんだよ。俺は全然そこにリスクは感じないけどな。14年かければいいんじゃないの。14年かける根性俺にはあるから。悪いけど。人生のオリンピックっつうか、俺は映画が好きだからよく言ってんの。これは俺が作ってる作品なんだって、生放送は。主人公俺、脚本、シナリオライター俺、照明俺、カメラマン俺、監督俺、主人公俺、ヒロインのんたん、みたいな。わかる？これは俺のムービーなのね。うん、ムービーの素材なの。一本の人生、映画に例えたら主人公は君たちでしょ。君たちの人生が映画だったら。だけど、シナリオを親に書かせたりとか、シナリオを学校の先生に書かせたりとかしてるやつが多すぎる。だから俺はそいつらとは仲良くなれない。世間体とかね。知らない。勝手にやってればいいよ。だから一本の映画。アカデミー賞取らないダメでしょ。予算はリスナー？何の予算？何の予算かよくわかんないんだけど。違うよ。俺は14年かかること、ね、14年かかるっていう理由で辞めてるクズと違うんだよ。14年かかるぐらいすごいことにトライしてるんだよ、みんな。わかる？こいつらは14年かかるんだったら、俺はやらないっていう判断をした負け犬たちだから。俺は14年かかろうが20年かかろうが一生涯かかろうが俺はトライし続けるから。俺はチャレンジャーだから。言ったでしょ？夢は逃げないから。逃げるのは自分だから。俺は逃げません。で、俺は口だけは大嫌いだから。俺は行動でしか示さないから。とにかく動くから。その辺の口だけのお前らと一緒にすんねん、アンチドン。バカが。一生2チャンネルの掲示板で吠えてろ。俺は全部掴み取るから、行動で。諦めるっていうか、だから、さっきも言ったけど、わからないから考えて悩むんでしょ。俺は考えないから。感じてやりたいと思ったことを毎日やるだけなの。それでいいじゃん。なんで未来どうのこうのとか14年かかるとかバカな計算するの。明日5分後に死んでるかもしれないのに、今生きないでどうすんのっていう。人間だから。まこつ、鉄馬さんいらっしゃい。明日死ぬかもしれないし、5分後に死ぬかもしれないんだよ。震災の被災を受けてもまだ気づかないバカがいるんだよ。洗脳されてんだよ。死なないと思ってんだよ、こいつら。だから毎日毎日、今この瞬間もやりたいこともできないんだよ。俺は違うから。やりたいことしかやらないから。やりたいことだけやる、知らない他は。他の人の都合で合わせることはできないから。俺が宇宙の中心なのね。安定を求めて挑戦者になれない自分は、ワドさんかっこいいよ。じゃあみんなの夢の代行やるよ、俺。あ、レイコさんありがとうね。また来てね。ありがとう。配信が好きだからね。俺は。配信で全部掴み取ったから。配信が全部俺に
すべて失ったけど、配信やる前のすべてを配信で失ったけど、今得てるものは全部配信で得てるから。うん。達成が目的じゃないっていうか、目的には向かう、もちろん、ゴールには向かう。ただ、ゴールに向かう過程で、ゴールの形と違う形をして歩きたくないって言ってんの。それがマンダラね、俺の言ってる。ゴールを達成できてる自分と、ゴールを向かってる自分っていうのが矛盾してたらダメなんだよ。うん、ただ、淡々とスケールと数字が変わっていくだけなの。俺は俺。自分と徹底して会話してるの。だ達成が目的とも言えるし、達成が目的じゃないとも言えるよね。その件に関しては。そうじゃなくて、どうやるのかをこだわってない。例えば、14年かかりますよっていうコメントあったけど、それはやり方なの。やり方。テクニックって言うんだけど、俺は本質的にやり方を考えてないから。俺はあり方。どう存在するのか。どうあるのか。うん、今日どう佇むのか。どう存在するのかだけ考えてるの。やり方よりもあり方の方が難しいぞ。俺は今日も和道で生きてるでしょ。今日もあるから。今日ここに存在してるから。最高の自分で。それでいい。あとは歩けばいい。行動すればいい。和道2、1万%共感ありがとう。うん、そう、食いたいものを食う。それだけ。あのね、俺は友達の言葉で響いた言葉があるの。飯が食えて、衣食住があって、空気があって、太陽があってって。本来人間ってこれで幸せなはずなのに、幸せになれないでしょって、うん。さらに女がいたら最高だよね。子供、セックスできて子供いたら最高だよね。これで本当は、生物としては本当に幸せなことなんだよ。でしょ？衣食住があって、空気があって。そう。でもそれが幸せに感じられないから俺は旅に出たのよ。こうやってベッドで寝れる幸せ、洗濯ができる幸せ、シャワー浴びれる幸せを感じてるよ、俺は今。うん。資金面は大丈夫？もし支援してくれるならアイテムお願いします。こいつの、旅を続けさせようって思う人がいたら、1円でも、1円分でもいいんでアイテムしてもらえると資金面がどんどん大丈夫になりますね。俺の人生買ってくれる人はアイテムぜひお願いします。そうそう、惰性で生きてんだよ。食ってもうまくないんだよね。飯食っても。でも、ヒカル君とのトレーニングの後は酒はうまいし、飯はうまいよね。うん。そう。本気で生きてるから。そう。それを感じるための旅だからさ。うん。うん。まあ別にディスすればいいじゃん。ディスしても俺の人生には関係ないから。そいつの人生がどんどん惨めになっていくだけだから。だって、人の夢を笑うやつっていうのは俺は耐性できると思ってないもん。うん。でしょ？人の夢を笑うやつでさ、人格者がいるとは思えない。うん。俺は夢を追っかけてるやつを見つけたら、やっぱヒカルくんそこに惹かれんだろうな。うん。やっぱヒカルくんみたいな男好きだし。うん。それでいいんじゃん。うん。俺も成功したいし、ヒカルくんも成功してもらいたいし。俺はヒカルくんの成功のために動きたいし、それには自分が成功してないとダメなんだよね。例えばさ、俺ヒカルくんに言われたんだけど、リスワン今日取りたいんで手伝ってくださいって言われたの。それは俺がある程度力あるって認めてくれたわけじゃん。リスナーがいるって認めてくれたわけじゃん。その辺のさ、アクティブゼロのやつ、同時閲覧ゼロのやつにさ、ヒカルくんが言うわけないじゃん。今日リスワン取りたいから手伝ってよって言わないでしょ。だから俺は、ヒカルくんとね、一緒に成功して、ね、まあ、ドルさんとかもそうだし、ロハコさんとかもそうだけど、俺は、その、閲覧を持ってないといけないんだよね。もっともっとみんなにフォローしてもらって、こいつ頑張れって、ワード応援するよって言われるような男にならないといけないんだよ。今の自分じゃダメなの。だからこの旅を選んだの。一皮剥けないといけない。一皮じゃ効かないな、もう。三段階くらい上がんないと俺が求めてる俺にはなれない。そのための旅なんだよ。ラジコンにはならないよ。うん、ヒカルくん今宮城で実家に帰ったね。でもいいんじゃん、心が繋がってれば。場所は関係ないでしょ。どうせ同じ地球から出れねえんだから。
今火星にいるけど迎えに来てって言えないでしょ。地球にいるんだからどっかしら金集めれば会えるんだから。大丈夫だよ。同じ星に住んでるんだから。便利だよ。飛行機があればね、24時間どこでも行けちゃうから。旅をして一皮むけそうですか？むけるかむけないかじゃなくて、むくかむかないかだと思ってるね。で、俺はむくから。できるかできないかを考えたことは一回もない。意味がないから。むくかむかないかでしょ。できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだから。俺はやるって決めたし、やってるから。だから、さっきも言ったけど、未来のことは知らない。できるかできないか考えたら行動なんか起こさないよ。そうっすね。でも、3年前旅したいって言った時に僕は決めてましたよ。今、こうやってやってる環境が、もう、ただ、その夢、その、寝てる時に見てた夢がただ具現化してるだけなんで、俺は3年前から一歩踏み出して、心で決めた瞬間にもう、動いてたと思いますけどね。ただ、時間がかかっただけで、それを具現化するまでに。だから、俺が心で決めたことっていうのは、その時がもう行動が始まってると思ってますね。あと5年も同じこと言ってたら素晴らしいですね。俺はだから3年前のリスナーさんに叩かれてたけど、今、その和道すごいって言ってくれてんのよ。古いリスナーさんに。だから、あれじゃん？チャオズは5年後、和道はすごいよって言ってるんじゃないの？俺はだから自分が言ったら絶対負けないの知ってるから。俺は俺に確信があるのね。宝くじ1億あんて、まず宝くじを買わないよね。自分の人生にかけてるから、俺は。宝くじ買って当ててもすぐ使うよ。一瞬で使う自信あるよ。稼げばいいんだもん。俺は配信で金を得たいの。配信が好きだから。なりわいは配信なのね。どうなんすかね。情熱なくして成功はありえない。だから俺は成功っていうのは、なんだろう、よく例えるんだけど、右手にある欲望みたいなのが夢。で、左手が行動だとするなら、食べたい、痩せたいってすれ違うじゃん。だから女の子ってそうじゃん。食べたい、痩せたいっつって悩んでるじゃん。で、食べて、痩せなくて不幸になってくんだよ。俺恋愛でもこれそうだと思ってんの。やってることと思ってることが違うとダメ。でも食べたい、食べる。成功でしょ？痩せたい、痩せる。成功でしょ？シンプルじゃん。旅に出たい、旅に出る。成功じゃん。稼ぎたい、稼ぐ。成功じゃん。これでいいんだよ、俺の中では。稼ぎたい、サボりたい。絶対幸せになれないじゃん。これをやってる奴が多すぎるから、出会いたい、出会う。成功。稼ぎたい、稼ぐ。成功。大手になりたい、大手になる。成功。これでいいじゃん。何もシンプル。全部シンプルだよ。考えない。考えるっていうことは、言い訳を、無限にある言い訳を拾う作業だから。俺にとって。いや、コメントを読むよ。コメントがないと俺は意味がないんで、価値がないの。みんながコメントしてくれてるから俺に価値があるの。そこまでバカじゃないから。批判は受け付けるよ。人格否定には意味がないと思ってるけど、こいつ嫌いには意味がない。だけど、俺はこう思うよっていうのはディスカッションだから。俺はディスカッションは受け付けるから。別に価値観が違くていいんだよ。多様性とか揺らぎが、この世界を美しくしてるのね。全部同じ髪型、全部同じ顔、全部同じ肌の色、全然面白くねえわ、そんなの。いろんな生き方があっていいんだよ。いろんな価値観があっていいんだよ。ただ、自分のやってることにブレてたら不幸になるよって言ってるだけ。それは俺がそうだったから。初見、俺も日本一周してよ。いいっすね、いいっすね。ケチャップさんいらっしゃい。稼ぎたいなら稼ぐで生きてます。私はかけながら応援。あ、リュウさんどうもどうも。大変だけど旅して人との出会い大事だよね。いや、人との出会いが全てだよ。本当に。今、ね、ここで文句言ってるアホどもとは違って、25人が会いに来てくれたんだよ。25人、一人一人の人生が俺に時間を使ってくれたの。俺の夢を買ってくれたんだよ。すごくない？
25人がわざわざ俺に会いに来てくれたんだよ。日本のどこかにいる人が。で、まだ待ってる人がいるんだよ。大阪に来たら、関西に来たら、沖縄に来たら、神奈川に来たら、東京に戻ってきたらって。会いに行くよ。その人たちは俺の夢を叶えようとしてくれてんだよ。俺は1万人の俺の夢を買ってくれてる人に感謝を伝える旅だから。なぜそれを否定する必要があるのか、俺には全く理解できない。14年かかったら14年間幸せなだけじゃん。俺夢の中で生きてるんだよ。夢中夢中でやってるとか言うけど、俺今夢中だよ。夢の中だからここ、俺の夢へようこそ。14年かかる、20年かかる。別に20年間俺夢の中で生きられんだから何の文句があるんだって。誰の迷惑もかけてないじゃん。いいじゃん。俺は俺のこと信じてくれてる人がハッピーになればそれでいいと思ってるから。ブレないっつうか、なんつうんだろう。よくわかんないよね。俺のこと否定してるやつは。夢がでかすぎるっつうか、俺は全然射程圏内で、20年でこんな素晴らしいことが達成できるんだったら、なんでやんないんだろうと思うけど。北関東っていうか、日本全国行きますよ。起業して感じることはあり、マインドは和道さんと感じに一致してはございませんが、時間を使ってもいい配信だと思います。純粋に楽しい。ありがとう。ありがとうね。俺はよく言ってんだけど、配信業って何なのかっつったら、みんなの暇つぶしだから。本気でそれ言ってんの。みんなの暇つぶしでしかないの、俺は。だけど、暇つぶしっていろんなのがあるの。キャバクラとか風俗とか、ディズニーランドとか、USJ とかテレビとか。俺はそれと戦ってんのね。配信の中で戦ってるわけじゃないの。俺のライバルは世の中にする全てのエンターテインメントが俺の敵なのよ。みんなは、だって今俺の放送を見てる231人っていうのは、俺の放送を見てるってことは他のことやってないってことなんだよ。でしょ？限りある時間の中で俺の放送と出会ってくれたんだよ。だったらさ、お互いいいものにしたいじゃん。俺はだからリスナーさんの夢を否定することは一切しない。夢があるんだったら叶えてもらいたい。俺はそれを全力で応援する。それは配信上でかもしれん。ね。それしかできないかもしれない。でもここにいる232人の中で夢を持ってる人がいるんだったら、俺は全面的に肯定する。達成してくれ。俺のリスナーの中からスーパースター出てくれ。未来の。じゃないと困る。それくらいじゃないと俺が言ってることは伝わってないことになるから。和道の放送を見て人生変わったって100人、200人、1万人ぐらいに言ってもらわないと困る。俺が。和道の放送を見て人生変わったって。俺は和道の放送を見た時から、ね、人生根本的に変わったって言ってもらわないと俺が困るんだ。未来なんて今の積み重ねに過ぎないから。やりたいことがあるんなら人生一回しかないんだから、今すぐやるべきだよ。絶対に死からは逃れられないからね。生まれ変わりなんかねえぞ。はっきり言うけど。今やりな。やるべきことを。時間は絶対に戻ってこないね。だから俺はお金よりも自分の時間の方が価値が高いと思ったもん。だからこの仕事を選んだの。だから、俺はよく言うんだけど、やりたくないことをやって100万円月稼いでることよりも、やりたいことだけしかやらなくて、ノンストレスで超楽しくて、さらに15万稼いでる俺の人生は最高だぜ。やりたくないことをやってストレス溜めて、体壊して100万円得てるやつって、絶対100万円でうさばらししてるから。非生産的なんだよ。俺はやりたいことだけやって15万稼いで、それがどん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 上がってきてるんだよ、収入が。ライフスタイルが。仲間も得てるし、フォロワーさんも得てるんだよ。やばいぞ、俺の人生は。今のうちフォローしときな。どうだろうね。いいことかどうかわかんないよ。俺はいいも悪いもなくて、俺の本音を言ってるだけだから。俺の価値観をみんなにぶつけてるだけだから。別に受け取る受け取らないは自由だよ。批判するのも自由だよ。その権利はみんなにあるわけだから。でも自分の人生は自分で決めてね。悪いけど、俺の意見を採用するのも採用しないのも批判するのも受け入れるのも何でも構わないけど、自分で決めな。自分の人生は少なくとも俺はそうしてきてるから。俺はあくまで影響を与えることしかできないから、
そして俺における俺の全てのことは俺が責任取ってやってるから、俺に関しては自由っていうのは責任があるから。そうだよ、だから俺にプライベートなんてないんだよ、俺は自分の思ったこととか、もうチンコすら見られてるし、住所もさらされてるし、俺にはプライベートないよ、そう代わり得たものはいっぱいある。そう、配信で得る前にあった家族とか仲間とか全部なくなったけど、俺は配信で全部得たから、むしろお釣りが来ると思ってるね、これを見てる人は何もしてないって言ってない、これを見るっていうことを選んだって言ってんの、わかる？何かを選ぶってことは何かを捨てたっていうことを言ってんの。俺はこれを見てる人が全部何もしてない、だらだら見てるっていうことを言ったんじゃない、カメオ。それは受け取り方、解釈を歪めてる。もう一回言うぞ。人生っていうのは限りがある。時間っていうのは限りがある。その中で、ね、例えば彼女とイチャイチャする、パチンコ屋で打つ、キャバクラに行く、風俗に行く、いろんなことができる中で俺の放送を選んでくれたんだよ。それくらい俺にとっては価値が高いんだよっていうことを言ったんだよ、カメオ。伝わるでしょ？それを何もしてないっていう風に受け取るのは、それはカメオの問題だと思うよ。俺はさっきタイムシフトで見てごらん。それくらい俺のことを大切に思ってくれてる人がここにいるんだから俺は幸せだっていうことを言ったんだよ。何かをするってことは他のことを何もしないのと一緒だよって、それくらい価値のあることを俺、そういう意味で俺は何もしない。ちゃんと人の話聞こう。何かを選ぶっていうことは、一個のことを選ぶっていうことは、その他の全ての選択肢を蹴るっていうことなの。これはスティーブ・ジョブズはなんて表現したかっていうことは、一個のイエスに対して千のノーを言ったんだよ。俺の表現は違うけど、ラジオ的につけててもいいんじゃない？別に。だけど数ある音の遊びの中で俺のことを選んだんだから、音楽も聴ける、テレビを聴ける、ラジオを聴ける、通話もできる、その中で俺、耳のエンターテインメント、俺を選んでくれたんだから、言ってること変わんないでしょ。数ある無限の選択肢の中で俺を選んでくれたんだよ。俺はそれを誇りに思うよ。おはようございます。わかった、カメオ言ってる意味。アドさんの放送を見てる人は夢がなくてやることがないんだと思います。どうだろうな。わかんないけど、誰がどう見てるかわかんないから、だから会いに行こうと思ったんだよね。初見さんいらっしゃい。まあ別にうんこしながら見ててもいいよ。別に飯食いながらでもなんでも。それは自由だよ。むしろトイレで、俺の放送を逃したくないぐらい俺の放送を見てくれてるっていうのは愛を感じるね。俺はドルさんの放送を風呂場でも見るから。好きだから。風呂入ってても見るから。それは好きじゃないとできないんだよ。うんこしてる間も聞きたいって思うってことはいい放送だからさ。そうっすね、全国。まあ、全国っつうか、これは序章に過ぎなくて全世界回るんですけど。まあ、全国回りますね。別に俺でオナニーしてる女なんか5万といるから。別に男が俺でオナニーしようが全然構わないよ。俺でオナニーしてる女どれくらいいると思ってんだよ。ダメんだよ。ついに男でオナニーするやつも現れたか。光栄だよ。セックスシンボルってことでしょ？いいじゃん。長崎も行くんじゃないかな。行くでしょうね。会いたい、会うべき人がいたら会いますよ。行きますよ。ちょっと待って、カメオが返事くれないんだけど。相手のことを否定したんだからさ、それは違うって言ったんだから、返事はすべきだと思うよ。言いっぱなしは汚ねえよ。俺はカメオに対してレス返したんだから、その辺どう思ってんのか言ってくれないと困るんだけど。バーガープレゼントありがとう、S さん。ありがとう。俺は言葉を使う職業を選んでるから、言葉に関してはすごい責任を取ってるのね。
自分が何を話すかに関してはすごい責任を取るの。思ってないことは言わないから。で、俺はリスナーさんをリスペクトしてるから。少なくとも。俺はリスナーさんが何もやってない人間だなんて言わないよ。成長どうだろうね。わかんないけど。自転車では回るつもりないですね。物は減らしたい、なるべく。本当にできる男は何も持たないはずだから。口だけで終わるっていうか、俺口だけのやつ大っ嫌いなのね。っていうか行動でしか示せねえと思ってるから、だから行動してるんですよ。ていうか別に信じてもらうためにやってるわけじゃなくて、自分のためにやってるんですね。これは。だから、信じてくれとも別に思わない。俺が俺のことを信じれるようになるための旅だし。あと仲間ね。この1万人で出会ったやつっていうのは俺は絶対仲間だと思ってるから。俺のために行動してくれた人を俺は裏切りたくないから。だから別にみんなはただ見てればいいんだよ。こいつどうなるんだろうって。信じろとは言わないよ。俺のことを。ただ見て笑えばいい。会いたくなる男になるかどうかは俺の問題だから。あ、こいつに一回会いてえわって。こいつの顔見てみてえわっていうのは俺の問題だから。今25人がそういう風に思ってくれたっていうことを俺は誇りに思ってるよ。映画制作放棄してないんだけど俺。勝手に放棄するのやめてくんない？田中。俺映画制作の夢別に今でも掲げてるし。お前俺のリスナーじゃないでしょ。俺の言ってること全然理解してないよ。俺は一生涯に一本のフィルムを残すって言ってんの。その素材が生放送だって言ってんのよ。全く理解してないよ。配信は、物件ユーザー的に見てる人、物件ユーザー？どうなんだろうね。でも、俺は、その、心をオープンにして話をしてるんだよ。本音で話してるし、本気で話をしてんの。まあ、本気で受け取ってる人にしか伝わらないと思うよ。俺のバイブレーションは。だから俺のバイブレーション今受け取ってるやつ、響いてるやつっていうのは本物だよ。さっきも言ったけど。本気で聞いてくれてんだろうね。本気で生きてないやつっていうのは胸が痛いはずなんだよ。自分の人生の価値観でしか人間っていうのは物事を測れないから、小さい生き方してんでしょ。いってらっしゃい、頑張って、ラリレーさん。いってらっしゃい。なんでタバコやめんの？モノミユーザン。モノミユーザンがわかんねえな。俺の中にはそういう言葉はないな。おはよう。うん、つかつさんまた来てください。2017さん、おはよう。将来、堀江貴文になってそう。俺は堀江も面白いとは思うけど、かっこいいとは思わないんだよね。すげえ会ってみたいし、話してみたいと思うけど、かっこいいと思ったことはないかな、堀江を。面白いなっていうのは何度も思ったし、堀江さんをね。ただ、堀江さんみたいになりたいなと思ったことは一回もない。会いたくなる男ってどんな男だと思う？俺もそれになりたいんだ。どうだろうな。俺は会いたい人いっぱいいるよ。スティーブ・ジョブズが死んだ時に、ああ、やっちゃったなって思ったね。俺、どんな手段を使ってもスティーブ・ジョブズに会うべきだったっていうのは本当後悔してる。本当失敗したよね。あの男には会っとくべきだった、俺は。だからいっぱい本読んで、いっぱい映画見て、スティーブ・ジョブズの。もう会うことしかできないけど。スティーブ・ジョブズが生きてる間に会わなかったのは俺の失敗だね。どうなんだろうね、会いたくなる男っていうのは。わかんないね。答え出ないけど。まあ、わかんねえな。でも、そこに向かっていくしかないんだよな。意味わかんないかな。意味わかんないね。ス
ティーブ・ジョブズとアドーさんが討論しているところを見たかったです。討論起こらないと思うよ。うん。なんでかっていうと、俺はジョブズの生き方否定しないから。うん。むしろジョブズから学んだこといっぱいあるから。うん。俺は分からないことは分かんないよ。ただそうなりたいなって思うし。うん。分からないね。ただみんなが会いたいなって、一回顔見たいなって男になりたいかな。でもね、それは言葉とかじゃないんだと思うよ、なんか。うん。いい笑顔だったりとか、いい生き方してたら顔つきに出るじゃん。だからそういうもんだと思うよ。いいあり方だよね。こいつと飯食いたいなって。こいつと友達になりたいなっていう、そういうなんかいい空気を持てる男になりたいね。うん。スティーブ・ジョブズは俺に影響を与えたね。うん。でもね、ジョブズに会う資格すらない男なわけだから。それがね、今の自分だから。初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。不可能はないと思うよ、ビギンさん。不可能だと思って、死んじゃったのかな、相手が。その、トルストイさんっていう人は。わかんないけど。不可能ってないと思うよ。自分が理由をつけて諦めてるだけだと思うよ。俺、だって今1万人でこんだけ叩かれてるけどさ、何年かかるとか、絶対諦めるとか、毎日言われてるけど、俺だって配信で飯食うって言った時に同じこと言われたからね。そいつらどこ行ったの？俺が配信で生計立てるって言って絶対無理って言った絶対って言った奴らどこに行ったの？何万人もいたよな。どこ行ったんだよ、本当に。俺配信で飯食ってんだけど。だから未来はわかんねえっつってんの。謝れよ、そいつらな。ごめん、僕には目が、人を見る目がありませんでした。和道さんは配信で確かに食えました。僕には未来を見る目はありません。すいませんでしたって謝れよ。ツイッターで。うん。そう、本人がやる気があったら絶対達成。だってさ、人間が考えるぐらいちっぽけなことなんてさ、絶対達成できると思わない？たかだか人間の脳みそでさ、こんなさ、なんつうの？どうしようもないさ、欲望にまみれたさ、こんな脳みそで考えることだよ、思いつくことだよ。それが達成できないとか、どんだけスケール小せんだよな。どんだけやる気ねえんだよって、うん。正直旅はしないと思ってました。すいませんでした。ありがとうございます。正直で、嬉しいです。ありがとう。まあ、怖かったよ、旅出るとき。生活保護抜けるとき。家を出るとき。怖かったよ。でもその恐怖は、俺にしかわからないしね。どんだけ言葉で言っても体感得ないと思うよ。みんなわからない。わかる必要もないしね。でもとにかく俺は戦ったよ、それと。食えるか、食える保証もないけど戦ってるよ。おはよう、ワンコさん。だから言ってるでしょ、いつも。戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろうだよ。戦ってる奴はね、一緒になってね、親身になってくれてんだよ、みんな。戦わない奴らが俺のこと叩いてるだけなんだよ。俺は戦ってるから。中島みゆきは正しいよ。いえ、解約しないよ。戦うってすがすがしい気持ちになりますね。誰かと戦ってないのよ。うん。誰かと戦ってるわけじゃなくて、俺は常に俺と戦ってんの。弱い俺と戦ってんのね。うん。弱い俺と戦ってんの。戦う相手が違うから。自分としか戦ってない俺は。Twitter フォローありがとう。Facebook もやってるんで、Facebook、友達5000人限定ですか。もし申請してくれたら申請許可します。言ってることめちゃくちゃ、俺の言ってることが分かんないでしょ。うん。分かんないなら分かんないでいいじゃん。
別に分かれとも思わないし、俺はここの、この中にいる、なんだろう、数百人の中で分かる人が一人でもいたらいいと思ってるから。君が分からないのは君の問題だから。だから別に、君の人生だから、どうでもいいよ。分かる人に分かればいいから。伝わる人に伝わればいいから。君に言ってるわけじゃないからさ。だから言ってることめちゃくちゃって分かってる人には分かってるから。生活保護受けてないっすね、僕は。努力しなかった頃の自分と比べるって意味ですね。そう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 、そういうこと。うん。いや、口だけでもいいんじゃないの、別に。何でもいいと思うよ、別に。ただ俺はそれが嫌いなだけだよ。口だけなのが。別に人の生き方に興味ないから。別に行動しようがしまいが別に自由だからさ。自分が納得できればそれでいいんだよ。別に俺リスナー戦ってないよ。そこにみんなの人生があるだけで。そう。別に戦ってない。考え方が違うだけでしょ。ああ、そっかそっか。ワンコちゃんそうなんだね。死ぬとき後悔したくないってことで。ああ、その通り。そう。俺は死ぬのが小学2年生の頃まですごい怖かったの。毎日死ぬのが怖かったんだけど、俺は死を受け入れたのね。そう。だから、りょうはどう死ぬかっていうのは選べないわけじゃん。でもどう生きるのかは選べるんだよ。で、それをずーっと24時間継続したら、死に方選べるんじゃないかなと思って。おー、いってらっしゃい、ミュール。亡くなったら、まあ、亡くなったらどっかしらのサイトでやるだろうね。稼げるサイトで。まあ、俺だったら大丈夫だと思うよ。うん。数字選んじゃうところがアホすぎる。そうかな。どうなんだろうね。数字、どうなんだろうな。じゃあゴンベイさんは数字を使わないんですか。どうなんだろうね。俺は数字は一番わかりやすいと思うけどね。カレンダーとか日付とか人数とか。すごいいっぱい稼いでるよ。俺お金持ち。いくら稼いでんの？わかんない。それで説得力は生まれないと思うけど。リア凸する旅選んでる。リア凸たくさんする旅してるんすよ。どれくらいの人数ですかって。わかんないっすって。まあそういう人なんだろうね、ゴンベイさんはね。俺は1万人目標に今25人ですって言える男になりたいから目標に掲げてるだけで。うん、まあまあ、あなたには無理でしょうね。あなたは無理だと思ってるんで。あ、僕は可能だと思ってるんで。いや、目標大きいっていうか、俺は、だから言ってるんだけど、夢とか目標っていうのは、今の自分じゃ達成不可能なことを選んでるのね。うん。それを必ず実現するっていう行動力でカバーしてるの。だから、達成できること、要は、例えば来月10万稼ぐのが夢なんだって言ったら、俺笑うから、それ夢じゃないよって、それ、目標でしょっていうの。目標っていうのは手段が分かってることなの。夢とか志っていうのはやり方が分かんなくてもなりたいことなんだよ。だから、なんだろう。俺は、一皮も二皮も向けて大手になるために、この目標を選んだのね。一万人と会えるぐらいの男になったら、絶対大手になれるし、なりたい自分になれると思ったからさ。うん。100人は射程圏内、1000人は難しいが不可能ではない。そうそう、不可能なことを選んだの。俺はブルったわけよ。だけど、不可能なことを達成した方がかっこいいよな、と思って。そういう自分になりたいな、と思ったの。だからそこに向かってるだけです。ホルモンさん、どうも、初見さん。フォローよろしくお願いします。達成できなくても今の和道さんはそこまでの過程の、そう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 。そこに向かってるからね、少なくとも。俺はできるって思ってるから。俺が諦めなければ。そして俺は諦めないから。ただそれだけ。小難しいことは何もない。うん。まあ人のこと信じれないんだろうね。
暑いね。コーヒー、カフェをね、コーヒー飲んでるな。そうだね。今までその旅配信をした人はいっぱいいるじゃん。でもまあそれをなぞってもリスナーは面白くねえよなと思って。なんかやっぱバズされるのがいいなと思ったの。バズマーケティングが起こるようなことをやりたいなと思って。まあ1万人達成できたらさすがにみんな騒いでくれるよなみたいな。そうそう、感動が起こるようなことしたいな。俺もそれが見たいし。人の夢を笑う奴は自分の夢を叶えられないから諦めさせたい。ああ、いいんじゃん。まあ、その人の人生に俺は関係ないから、俺は夢を叶える奴とだけに囲まれたいし、俺の夢を叶えようとしてくれる奴、協力してくれる仲間、うん、そういう人たちと出会いたいから、いいんじゃん、別に。ねえ、だってこの25人は俺のさ、夢を叶えてくれてる人たちだから、ドラゴンボールで言うと7個玉集めたら願い叶うって言うけど、1万人に会ったら俺願いが叶うから。それでいいけど別に。俺の夢が叶わない人は俺に会わなきゃいいだけだから。うん。付き合っていけないよ、全然。付き合う気もないし。まあだから放送で見てコメント打ってればいいんだ。いや別にペナルティーも別にいらないし、叶わないことのペナルティーもいらないし、叶った時の得点もいらないよ、うん、俺のこと応援したいかしたくないか好きか嫌いかだけだと思ってるから、で世の中に俺、世の中の全員が俺の好きなんてことありえないと思ってるから、うん、だから別にいいんじゃん。和道の悪いところばかりついてやろうって魂胆が見え見えで浅い、夢叶えたら100万やるっていうぐらいの勢いが欲しい。いらない。こんな格好悪い男から100万円なんていらない。俺だから普通に支援する人でも噛みつく時あるよ。うん。お前の金いらないから消えてって。で、二度と俺の放送を見るなよって言うもん。うん。俺は気持ちよく金もらいたいの。わざわざ今日の放送良かったよって。チップやるよ。花火やるよって。うん。いい暇つぶしだったわ。つって。みんなからしたら1000円じゃん。1000円で何できるっつったらさ、キャバクラ5回、なんだ。俺にさ、チップ5回くれた方がさ、キャバクラ1時間でね、潰せる暇潰してるの面白いと思うんだよ。だそんな感じでいいんだよね。チップ。今日の放送良かったぜみたいな。1円でも100円でもさ、貧乏な人も金持ちの人もいるんだよ。だそれぞれの、なんか気持ちをもらえたら俺はそれ生活してるから。それでいいと思ってるけど。初見さんいらっしゃい。なぜふわっちにいる？ふわっちが面白いから。ふわっちが好きだから。
エンターテイメントっていうよりドキュメント。まあリアルだよね。うん。ダメな時はダメだし。ああ、よろしくよろしく、ワンコさん。うん。九州行きますよ。日本全国行くっていうか、全世界が。全世界。要は地球に住んでる感覚がなくて、俺アフリカないと思ってるんですよ。韓国とか北朝鮮も俺ないと思ってて。多分嘘なんですよ。僕の中で。本当にあるのかなっていうのは、僕は見たものとか、感じたものを全部信じてるんで。で、地球に住んでる実感が欲しいんで。地球が本当に存在するのか、世界が本当に存在するのか確かめてる感じですね。予定は未定ですね。僕は予定組まないんで、毎日毎日やりたいことだけやります。ただ、まあ未来、おそらくっていうか死ななければ、僕は九州に行くでしょうね。あ、俺の問題じゃないと。悪いところだけついて悪いペナルティだけを考える感じが嫌だなって。どうなんだろうね。まあ、俺のことを、俺の夢を否定する人間がさ、100万円持ってるとは思えてないの。俺の夢を否定するぐらい小さい男がさ、だって俺1万人ってそんな難しいと思ってないからね。本当に。悪いけど。絶対無理とか言ってるけど、1万人とか余裕だからね。要は、アムロナミエみたいになればいいんでしょ、俺が。1日で終わるぜ、アムロナミエとか。東京ドームで一晩で終わるじゃん。俺がそれくらいスケールでかい男になればいいでしょ。それだけじゃん。でしょ。江戸時代の島津のお姫様の写真、和道にちょっと似てて。だって俺島津藩だもん。薩摩藩だもん。それ親戚じゃん。篤姫のことかな。それは似てるでしょ。遠い親戚っつうか、先祖なんだから。だって、徳川家康の血も入ってんだよ、俺。いや、似てるでしょ、それは。それはそうだよ。だから、ほら、織田信成だっけ、スケートの。織田信長に似てるじゃん。それはそうでしょ。似てるも何も、血が繋がってるんだから。っていうか、罰っていう発想がまず企画っぽくて嫌だ。罰もクソもないんだよ。褒美も別にないよ。賞金もないよ。俺のライフスタイルだから、これは。ただ、俺はそういう風に生きてるよってだけだから、褒美もクソもない。信長の自画像とデスマスク全然違う。あ、そうなんだ。へぇ。デスマスク見たことないからな。ツバニャンのアンチがツバに煽られて花火投げた方法。なんかかっけえなと思った。プラスに転じるぐらいのマイナスってかっけえなって。マイナスだけ叩く暗くてジメジメしたのって見てるだけでもつまらん。つまんねえよな。おう、おはよう、大師匠。バーガープレゼントありがとう。これだよ、これ。これだよ。今日もよろしく、つって。いい暇つぶししてくれよ、っていう。お、フォロワーさんありがとう、たくさんフォロー。なおあきさんフォローありがとう。つかすさんフォローありがとう。修造さん、れいこさん、えりさん、しろつぐさん、ももさん、ファービーさん、ほいほいほいさん、おさむちゃんさん、たなちゃん、かとこさん、ういさん、あちゃんさん、としやんさん、あいこさんフォロー、あいこか、フォローありがとう。まあ、いいんじゃない？人の人生にケジつけるのは俺はダッセーと思ってるから。俺は絶対しないよ。人の人生にケジつけて生きたってさ、自分の人生変わらないもん。むしろ悪くなると思うよ。昔配信で食えないと言ったが食えるようになった。次は1万人に会うと言ったが無理という人が出た。夢は諦めなければ変わらん。そうそうそう。みんなの問題じゃなくて俺の問題だと思ってんの。
叶えるか叶えないかは。でしょ？みんなが無理とか叶うとか言っても、ね、やる気が出るかやる気が出なくなるかだけなんだよ。俺はブレないから。ただ淡々と毎日やれば、いつかは叶うんだ。そのスピードは俺の行動次第だと思ってて。俺は今不可能に挑戦してるだけだから。うん。別に叶うとか叶わないとか好きに言っていいと思うよ。うん。感想でしょ？うん。重要なのは、和道の夢を叶える一人になるかってことでしょ。あ、俺も協力するわ、つってさ。そう。俺はその人たちが仲間だって言ってるだけだから。うん。別に会いたくなきゃ会わなきゃいいだけなんだからさ。うん。お、それよ、おはよう。おはよう。達成な可能なことをチャレンジとは言わないよな。挑戦とは言わないよ。うん、13日も続いた、すごい。3日で嫌になる。いや、なるよ。3日で嫌だよ。もう現時点で嫌だよ。だけど、大風呂敷広げちゃったんだから、畳むわけにいかないでしょ。風呂敷広げるだけ広げちゃったんだもん。回収しに行かないと。うん。近くにいるけど会いたいけど会えない。この悔しさ、筆記。違うよ。会いたいけど会えないじゃないんだよ。会うか会わないかだよ。で、ワンコが会わないって決めてるんだよ。だから俺はその程度なんだよ。うん。でしょ？そう。そこに、あれだよ。理由はいらないんだよ。会わないって決めたんだよ。ワンコは。会うって決めたら会えるんだよ。ゆいがなら千葉で辞めてるな。無理なことを挑戦したこと、向上心生まれるからな。向上心つうか、まあ無理なことやらないって意味ないよね。だってそもそも俺が大手になるっていうのが無理な話なんだから。俺が大手になるっていう時点で無理ゲーなのよ。それに比べたらさ、これ達成したら大手になれるんだから。シンプルですごくいいじゃん。うん。これ達成したら絶対俺大手になれるもん。はい、和骨、斉藤さんいらっしゃい。懐かしいマークだな。出光だっけ、これ。なぎた和骨、おはよう。うん。感じるな、感じろ。いや、不可能に挑戦したかったんだよね。俺も難しいっていうか、まあ今の俺の力じゃ無理だと思ってるから、成長しないと無理だよね。成長していかないと無理だと思ってるよ。今の俺だと、ものすごい時間がかかる。無理だよ。だけど、俺が成長したらいいんだよ。俺が安室奈美恵になればいいんだよ。おはよう、ワドツー、松崎さん。おはよう。おはよう、山津さん、おはよう。今、郡山っすね。郡山のラブホテルっすね。和道の大手って基準は？ね、俺はね、どうだろうな。とりあえずこの旅終わったら閲覧2500を平均でアベレージで。ダルダルの配信しても閲覧2500ぐらいキープしたいなと思ってて。それが今の目標かな。この旅が終わった時の自分。何やってても閲覧2500。うん。で、月収100万ぐらい。もう何にもアイテムくれとも言わなくてもアイテムがバンバン上がるみたいな。そういう生活。スカイプやってない。で、俺お前と絡みたくない。うん。コメントで絡んで。悪いね。鳥肌実るみたいな感じのワドバージョンになれば、ライブハウス埋まる。うん、それでも地球は回ってると言ったガリエル用の気持ちがわかるぜ、バカ野郎。どういうこと？うん、いや、俺はお前と絡みたくないもん。めんどくさいじゃん、お前。なんでお前とスカイプで話さないといけないんだよ。俺話したいことねえもん、お前と。
町会議行こうかなと思って、町会議の外でリアドツマツやろうかなと思ってる。29だっけ、あと1週間後か。うん、町会議の前でリアドツマツやる予定だね。29、30だっけ町会議。おはよう、野生児エイジさん、いらっしゃい。あの幕張の駅前で、うん、ちなみに今後徳島に来られる予定はある？ある。29、30か、駅前でリアとつまつだな。紹介員中は入らないかな、中入ってもいいけど、チケット取れないんじゃないかな。取れるか。一回戻ろうかな。千葉の方に戻ろうかなと思ってるね。郡山いますね、今。郡山でリアとつまつやってますね。今、トータル25人ですね。町会議にビートだけでしょ。へえ、すごいね。映画の宣伝っぽいね。番宣だろうね。ジャイアント来ないでしょ。すごいな。へえ。日本の県全部に家を置くってのもありですね。どうだろうな。俺がいるところが俺の家だからな。うん。別に建物がなくてもいいんじゃん、心があれば。地球に住んでればいいわけだから。原始人ってそうやって生活してたんでしょ。だから俺がいるところが俺だよ。俺の家だよ。ああ、ぜひぜひ、よろしくお願いします、山田さん。楽しみにしてますね、お会いできるの。徳島あれだな、阿波踊りの時期には行きてえな。郡山でラーメンショー。ほうほうほう。家があった方がやっぱ落ち着くよ。自分のテリトリーつうか空間って。で、一軒家欲しいなと思ってるけど、まあ俺の実力じゃ今は無理だから、まあ金稼げるようになったら考えようかな。家は。土地が欲しいね。家は自分建ててもいいから。うん。ははそうなんだ、つかすさん。ありがとう。じゃあ、あれだよ、和道旅団に入っていいよ。うん、俺の囲いは和道旅団っていう。アットマーク和道旅団だから。俺は彼女いるから女は抱かないね。だからもし俺とパコったら女が暴露して、のんちゃんに俺が殺されるでしょ。俺は絶対パコらないよ。風俗も行かないし。のんちゃん裏切るようなことは絶対やんない。ツリーハウス？いや、段ボールでいいよ。土地があれば。ユイガに脅されてやめた？へえ、そうなんだ。まずか。200万ぐらいからある。まあまあ、俺は全然金持ってないから、今。自分で食っていくのがいっぱいだから、まだまだ頑張んないと。家持つにはまだ早いよ。そこまで成功してないよ。いや、別に女に興味ないっすね、僕は。困ってないんで。ハートありがとう、サイバさん。頑張ります。ハートありがとう。一生添い遂げるんですか、ノンタンと。旅終わったらノンタンと結婚しようかなと思ってるね。籍入れようかなと思って。
おはよう、みつけさん。阿波踊りの期間は、交通機関が混み合うので、ゆとりあるスケジュール。俺、前回配信してますよ。ニコ生で。最高でしたね。もう一回見に行きたいな。うん、おー、特命係長ありがとう。特命係長ありがとう。花火ありがとう。頑張るよ。ありがとう。ご結婚素敵。そうだね。のんちゃんと一生涯添い遂げたいなと思ってて、俺は。うん。この人だなと思ってる。俺のこと一番好きな女が俺のそばにいる女だよ。だって、都内から来てくれんだもん。こうやって。俺に会いたいっていう理由だけで。こんな素敵な女の子いないよ。子供はできないです。僕とのんちゃんの間には。はい。子供はできないです。差し入れ NG なのは何とかしてほしいという人はいると思う。まあ、いつもこれ表示してんだけど、まあ荷物が10キロぐらい重たいのと、やっぱ捨てたくないっていうのがあるのね、いただいたものを。なんかこう、リスナーさんからもらったものを人にあげたり捨てたりする配信者を5万と見てきてるんで、俺はそういうことはやりたくないなって、いただいたものは食いたいし、使いたいけど、荷物になったらゴミになっちゃうから、だから、もしそういう気持ち、タバコ一箱でも300円とかだったら、だったら1000円ステッカーとか花火とか何でもできるから、俺はリスナーさんからもらったものは捨てたくないっていうのが理由。だから、その場で食えるものとかだったらいいけど、うん。食べ物でもいいかもしれないけど、なんか一口サイズにしてほしいよね。みんながみんなそれをやられたら困るから、腹いっぱいになっちゃうから。うん、だったら、別に、会うだけでいいよ。うん、ニコ生でも、ニコ生で3年間やってたからな、俺。ニコ生出身だからな。うん、まあ、そうだろうね。いや、それ感じたよ。俺も、一旦家に帰ったら、この荷物どうにかするよ。本当に荷物は死活問題だなと思ったよ。すごい重たい。大変だよ。モンタンは配信者やったら人気出るだろうね。俺よりポテンシャル高いだろうね。まあでも本人がやる気ないから、うん、配信はポテンシャルじゃないから、根性だから。お金荷物を少なくするって方がいいということですね。そうですね。もしくはお金別にいらないから会いに来てくれればいいじゃん。その考え方が間違ってると思うんだったら、うん、カンカン買って和藤さんが神奈川来るまで和藤さん貯金始めた。マジでステッカーじゃあ種類増やしとくよ。同じステッカーじゃあ味気ないから。ステッカーがちょうど支援の金額4万円になったんですよ。だからもう一枚ステッカーの種類増やすよ。そしたらさ、2000円の人はさ、今まで同じの2枚渡してたけど両方とも渡せるじゃん。その方が楽しいでしょ。うん。もしくは1000円買ってどっちにしようかなって選べるっていう。ステッカーね。種類増やすから。ちゃんといただいたお金は有効活用するからさ。ステッカーでも結構好評だよ。なんかデザインかっこいいって言われてるよ。ステッカー PC に貼るのかっこいいですかね？それともカバンですかね？カバンじゃなくて、なんかハードケース、鏡とか、なんだろうな、パソコンとか、硬いものに貼った方がいいと思う。ハードケースに。あ、わかんない。ルートとか全然決めてないね。どうやって移動するかも。リスナーさんが迎えに来てくれるかもしんないし。送るよ、つって。どこまで送るよって言ってもらえたら甘えるし。そういうことか。そういうことか。工具箱とかいいね。仕事道具とかなんか身につけるものに貼ってもらえると嬉しいかな。
俺はみんなが夢を見てたりとか、やるべきことを見つけてる人だったら、それを応援するから、全力で。だからそれを見た瞬間に、ああ、和道が応援してくれてるとか、あ、俺には仲間がいるって思ってもらいたいから。あいつも1万人の不可能にチャレンジしてんだから、俺も頑張ろうっていう、そういうおまじないのステッカーにしたいね。そのためにも俺は諦めないし、みんなの願掛けになるために。阿武隈堂？鍾乳洞ね。うん、わかんない。のんちゃんカラオケ行きたいっつってるから、のんちゃんに合わせるね。和道ステッカーって貼ったら、お前和道知ってんのって会話が生まれそう。なんかね、実際、なんか、リスナーさんがスマホで俺の放送リアルタイムで見てて、家電屋さんに行ってたんだって。で、そしたら店員さんに、あ、和道さん見てるんすねって言われたって言った時、びっくりしたって言ってたよ。和道の知名度すごいねって、今店員さんに話しかけられたよってリアルタイムで教えてくれて、それ嬉しかったね、正直ね。店員さんが、あ、和道さんですねって言ってくれたんだって。ありがたいよね。バスケさんおはよう。まあ、知名度を上げてなんぼだからね、この商売。ねえ、すごいよね。いや、本人も驚いてたよ。あとなんか、職場の人が知ってたとかさ。あ、和道のこと知ってたよ、職場でもって。だんだん有名になってきたなーとか言って。今、郡山っすね。郡山っす。郡山ナウだね。郡山行く前に天ちゃんの焼き鳥食べてほしい、思い出に。天ちゃん。駅前のね、あれ食ったな。焼肉バーみたいなの食ったね。夜中やってる焼肉屋さん。焼肉バーで。昨日の夜かな。ヒカルくんと食って。二人で16,000円かな、うん。脂っこくてもう焼肉食えなかったけどね。いい肉は脂っこいから量食えなかった。食べたいもん食べてるよ。ツイッターにあげてるよ、全然、うん。体調不良のため自宅、なんとか中、療養中ですが、配信見てモチベーション上げて早く治してリアルすぎます。おお、じゃあ、会えたら、病気治ったってことだね。いいね。会えるの楽しみにしてるよ。会えたってことは病気が治ったってことで判断していいのかな、さつきちゃんが。いいね。のんちゃんとどこ行こうかな。ワドニーします。配信応援します。はいよー、田村さん。いつもありがとね。おやすみ。じゃあ、俺もそろそろ、あと12分で終わりにするわ。また後で配信つけると思うけど。うん、バカここありがとう。え、会いたい、バスケさんどの辺に住んでんの？もし、俺に会いたい人いたら、俺のプロフィールページってあるんだけど、ふわっちの。俺のプロフィールページ見てもらったら、LINE 公開してるから。で、LINE 申請してくれるのは構わないんだけど、配信外でも連絡取れるんだけど、俺誰だかわかんないから、LINE 名って小手半じゃない人が多いから、リスナー、ふわっちのリスナーの何々っていう小手半ですって送って。うん。そしたら、東京？あ、俺新宿だよ、住んでんの。5月の21日に誕生日オフ会やるから、東京、新宿で。もしよかったら来てよ。プレゼントとかいらないから。5月の21日誕生日オフ会東京で開くから。もしよかったら、参加するんだったら LINE で連絡ください。ふわっちのリスナーのバスケですって言って。結構今回初見さん集まるから。多分ね、10何人集まると思うから。うん。ありがとう。うん。ワンコさんありがとうね。そう言ってくれて。連絡ちょうだい、バスケさん。5月の20日か5月の21どっちかにやるから。1ヶ月後。うん、よろしくです。
夕方ぐらいからサクッと飲む感じかな。ちょっと眠いな。お、またフォローしてくれた。ありがとうございます。フォローありがとう、さつきちゃん。ありがとうございます。頑張るよ、バスクさん。ありがとう。まあ、頑張るつうかね、淡々とやるよ、淡々と。淡々とやるよ。おお、大福さん、ワト2。あと7分ですが、楽しんでて。ももさん、フォローありがとう。ありがとうございます。やべえ、眠い。めちゃめちゃ眠くなっちゃったよ。そうだね。まあでも格闘技やってるから体ボロボロだけどね。すね痛いし、足首痛いし、小指は折れてるしさ。あと一週間ぐらいくっつくかな。小指は完全にいったね、これ。腫れ方が折れてる。しょうがないよ。左足の小指。二日間パンパンに腫れてたもん。今ちょっと腫れが引いてきて。もうちょいだね。小指の骨がすぐ折れるからね。じゃあみんなお疲れ。ありがとうございました。長時間。7時間ぐらい配信したかな。うん、楽しみよ。みんなも人生楽しんで、お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。